最近全く出会いがない社会人になってから仕事しかしてねえじゃねえか学生の時以来彼女がいない俺は大丈夫なのかそんなあなたへお待たせしました恋活婚活のプロ河瀬ですさあ今日はですね社会人が女子と出会える場全てを解説メリットもデメリットも紹介ということでそろそろ本気で彼女や奥さんが欲しいという人家と職場を往復する毎日で日々孤独感を感じている人恋愛経験が少なく出会いの場に行く勇気がない人に向けて30代40代の恋愛初心者の方でも 女性ととね簡単に出出会会える場場所そその出会いの場でのいいででメメリットデメリッットトデししてて攻略法まま完全解説していきますこの動画を最後まで見ることで明日にでも女性と出会えて早くて来週にでもデートに行くことが可能ですぜひ最後までお見逃しなくこのチャンネルでは30代40代の未婚男性向けに恋愛テクニックや婚活のコツについて恋愛初心者の方でもわかりやすく解説しています興味のある方は今のうちにチャンネル登録お願いします さあ、早速行きましょうか。今日の内容ですね。社会人が女子と出会える場所をまず8選ですね。すべて解説して、その後、それぞれの出会いの場のメリット、デメリット、もちろん具体的攻略法をお話して、そして最後に、出会いの場に行く上で絶対に押さえておかないと損すること、この3部構成でね、お届けします。ぜひ最後までご覧ください。ということで、まず、社会人が女性と出会える場所8選をね、一気にドカンとね、お届けします。こちら、1つ目、合コン、2つ目、相席屋、3つ目、ナンパ。 4つ目、社会人サークルやコミュニティ。5つ目、会社の同僚。6つ目、マチコン婚活パーティー。7つ目、マッチングアプリ。そして8つ目は結婚相談所ということで、この8つですね、をすべて解説していきたいと思います。さあ、まず合コンからいきましょうかね。まずはですね、合コンのメリット、デメリットの方からね、話をしていきたいんですけれども、もうそもそも合コンはわかりますよね、皆さんね。合コンって何ですかなんていう人、さすがにいないと思うんで、合コンとはっていうのを省きますよ。まあ、要は男女、ベタに行ったら同じ人数集まっての飲み会ですよね。でメ メリットなんですけれども友達同士なので信用の担保があるってことですねでみんなで飲むから盛り上がりやすい自分の好みの女性に出会いやすいっていことですね、まあ、友達同士なので信用の担保があるってどういうことかっていうと全員が初めましてではないので話がしやすい、まあ、例えば男性の友達の紹介だったり自分の女友達の紹介だったりするので誰かしらの友達という信用の担保がありますやっぱり信用ってビジネスでも恋愛でもすごい大事で誰かしらのつながりっていうところで仲良くなりやすい安心してくれるなので話がしやすい で当然みんなで飲むから盛り上がるし自分の好みの女性に出会いやすいまあ当たり前ですよね当然出会える人数が多いほど確率は上がりますから逆にデメリットはどういうことがあるかっていうと女性の感じによって女性の傾向は似てきますどういうことが当然ルイは友を呼ぶまあ良くも悪くもですよね女性の感じが例えば美容系だったら美容系の女の子が来る可能性もあるし本当に可愛い子ばっかり集まる場合もあるしテンテンテンの場合もあるしまあただねその可愛い子とそうでもない子って言ったらあれだけどそのコラボレーションって結構あったりする するんですけどただ、仲がいいってところで、誰かの意見に引っ張られるっていうことはあります。それはまた後でご説明します。で、そして、場を盛り上げる力が必要ですよね。まあ、1対1じゃないんで、緊張はしないんですけど、その分盛り上げて楽しませなきゃいけない。でそしてですね、問題はこちら。男性と女性の取り合いになる可能性があるよ。例えば、友達と来てたりとか、先輩と来てて、先輩と自分の女性好みがかぶっちゃう。そうするとちょっと気まずいですよね。ただですね、その解決策ってのがあるんで、この後説明します。ということで、次は合コンへの誘い方についてね、話を をしていいいきたいと思います。方法としては3つあって自分でセッティングするか誰かにセッティングしてもらうまたは合コンセッティングサービスを利用するこんな方法があるかなと思いますでは自分でセッティングする場合から話をしていきたいと思いますが女友達ね依頼するのが早いかなとで女友達いないよーって言ったらですねまた今日の後半に説明するマチコンでね会った女性に提案するとかいう方法がありますまあこんな感じでやっていくといいよっていうのをお伝えするとですね例えばですよマチコンで行った時にここ本当にポイントでいきなしデートに誘うってことよりもあえて てですね、その A 子ちゃんの周りを狙っていくっていう方法もあるわけですねその A 子ちゃんがすごい性格が良くてもなんか自分のタイプじゃなかったとかしたらねちょっとその友達を狙っていこうみたいな感じで今度さ友達呼んで一緒に飲もうよなんつってねでここからうまいこと持っていくんですけど俺はさ2人ぐらい呼べるから男3人ぐらいになるからなんつってまるちゃんは2人ぐらい呼べそうみたいなこれ合コンしようよっていうことじゃないってのがいいんですねさらっと合コンに持っていくってのが大事合コンしようよだとちょっと硬いしなんかあっちも 合コン来ないなないんて言われると嫌でしょなんかちょっと飲み会みんなで飲むみたいよみたいなそんな感じが結構ね特に30代40代以上はこういうことやっていかなきゃいけないです合コンしましょうだと本当にお堅くなってきますんでなんかうまいこと人数を合わせていくって感じですねこのあたりがすごいちょっとスマートですねであとはですね自分でセッティングする場合はイケメンの友達を用意した方がいいです僕はよくですね合コンとか飲み会する時はですね自分の後輩で顔がかっこいいやつを絶対一人用意するようにしてましたまあそうでないと女性がねもし万が一 <laughs> あの僕ら だけだと嫌な場合ってあると思うんでそういう状況の時に生き物を用意しておくあとはムードメーカーもいたらベストですよねムードメーカーねやっぱね場をね盛り上げる人がいないとねなかなか合コンってのは難しいですじゃあ次ですね誰かにセッティングしてもらう場合ってことなんですけれどもまあズバリね後輩にお願いするなんか自分がちょっと可愛がってるとか自分の言うことを結構聞いてくれるようななんかいませんかちょっと若い男そういう後輩にですね後輩のねご飯代は出してあげるからさちょっと飲み会開いてよみたいないいんすかみたいなそうよ全然 いいよみたいなだったら集めますよなんていう人もいるんでね後輩のご飯代を出してあげて例えば後輩のご飯代が5000円とかだったらね5000円でね女の子3人集めるって言ったらもうそんないい話ないですからねまあ本当にこれは上手に使うべきだと思いますまあこんな風にして後輩を上手にね使わせてもらうっていうのがいいかなというふうに思います次はですね合コンセッティングサービスを利用するってあるんですけども知ってますかね合コンセッティングサービスどんなのがあるかっていうとこのねコンパで恋いプランみたいなのが自分1人でね申し込んで本当にまた 全く知らない人と合コぜひですねコンパでこういうプランって調べてみてくださいまあ、そういうふうにすればですねいやいや川瀬さん友達とかいないよっていう人も合コンには参加できますじゃあ合コンやる上で人数ってどんな人数がいいのかなーっていうとですねまあおすすめは、えー、2対2か3対3かなとでは2対2について説明していくとまあ、2対2のメリット落ち着いて楽しめますよねでデメリットに関しては女性が友達同士なのでさっき言った通り女性の意見に持ってかれるんですね片方の女性の意見に左右されますで合コン後に別々 になるのが難しいってあります A 子ちゃん B 子ちゃんが来てて自分の友達と来てるんだけどもこの後どうするって言って別れたいじゃないですかうまいことでもやっぱり女の子たちはこんな感じで <laughs> A 子ダメ言ったらダメーなんて言って <laughs> M ダメみたいな感じで私たち帰るんでみたいな全然あっちがですね行ってもいいって状態なのにそっちに意見に持ってかれるってのが2対2のデメリットまあ要はその日になんとかなんとかみたいなとのができないってことですねまあそれはそれでいいんですけどねじゃあ3対3についてね話をしていきますと3対3のメリットに に関しては盛り上がって楽しい人数ですね6人だと同じ話題で盛り上がることができますこれが44以上になってくると結構もうテーブルとか広くなってくるんで声が聞こえなかったりするんですよでも33の6人だったら同じ話題みんなで楽しめるだから盛り上がりやすいでさらにいいとこはですね男女それぞれ1組ずつで話すこともできるんですよね要はうまいことですね席替えとかしながら隣同士ね向かい合った女性と話す隣も向かい合った女性と話してるとかでもそうだし隣同士で1対1だったりとか要は上手に上手に、ね 3人とね1対1で話すっていう空気感も作ることができるってことですね逆にデメリットなんですけども男性に盛り上げ上手がいないと厳しいですねそして可愛い子に男性が集中しがちになるというねデメリットもあります3人いて1人だけ可愛いとですねもう男軍団全員その子行っちゃうみたいなで他の2人何なのこの人たちみたいな結局さまる子じゃんいつも人気なのはみたいな感じで場が盛り上がらなくなるっていうねこういうのもありますんでお気をつけくださいさあでは合コンのお店選びについて話を ししていきましょう今後お店選びのポイントはですね今から言う5つですねまず激安のチェーン店を避けましょうなんでかっていうとまず激安のチェーン店ってまあ騒がしいじゃないですかであとちょっとテーブルが汚いとか不潔トイレも汚いとかねあと料理がもうとりあえずなんか飲み放題とかコースとかで頼むと揚げ物ばっかりとかねポテトと唐揚げみたいなあとはまあこれはちょっと偏見かもしれないけどどうしても安いお店って店員さんの接客がね悪い傾向にもあるじゃないですか、まあ、もちろんいますよ明るい子はねでそういう 状況だとと女性のテンンションが落ちててしまいまいすすよねってことですあとはやっぱりチェーン店回っていうのがあるじゃないですかまあ本当にちょっとねチェーン店は避けた方がいいかなと思いますあとは個室か半個室を選ぶべきですねまあね合コンみたいにやってるって誰だって思われたくないじゃないですか女性もね周りの目を気にしなくていいようにやっぱり個室ないし半個室を選ぶといいですねそしてポイントはですね靴が脱がないお店を選ぶってのが大事です女性は靴をセットでおしゃれをしてきますで靴下がね女性ダサい場合があったりしますそして匂いを気にしますよね 特にね冬だとブーツ履いてる女性が多いんでブーツの脱ぎはぎは大変だし女性もブーツって匂いがこもるって分かってるんでちょっと気が気じゃないんですよねえ靴脱ぐのここみたいなえ私今日はそんな靴下履いてなかったみたいなよくあるんですよね靴下見てみたらなんかカエルのねイラストみたいな靴下履いててもう全然さきれいめな服装なんだけど靴下だけなんでカエルやねんっていう記憶がめちゃくちゃ残ってますね僕なのでまあ最初からね靴が脱がないお店を選んであげるのがやっぱりスマートですよねそして次はですねドリンクが 豊富なお店ににするるとで女性が楽しく選べるようにまあね年代によっても飲み物の好みは様々ですけれどもまあ、やっぱりなんかその居酒屋居酒屋しすぎるともう本当にねハイボールかレモンサワーか、まあ、ウーロンハイか、まあ、それでもいい女性もいますけどなんかやっぱりえー、これ可愛いとか楽しいとかなんかフルーツのなんとかサワーとかねなんかいろいろあった方が女性としては女の子同士で盛り上がるんでまあ、ドリンクが豊富なお店がいいですねそして間接照明がある雰囲気のいいお店にするってことが大事ですやっぱね間接照明ってオレンジ色 の雰囲気あるじゃないですかオレンジ色のの照明っていうのはムードが出やすいんでででねここういうういいところも抑えておきましょうで合コン前の準備ですや、いや,いや川瀬と早く具体的に戦略行けやってことなんですが、これね、本当に合コンってのは、合コン前で全て決まります。デートもですね、段取り8分って僕ら教えてるんですね。まあ、僕の学校の講師である、キング・オブ・デートのね、ジョニーという男がいるんですが、彼もデートは準備が8割だというふうに言ってます。合コン前の準備って何をするかっていうと、合コンのね、遅くても30分前から 男性ででミーティングしましまょううとということですね何のミーティングやねんってことなんですけど、まあ、ズバリ今日の合コンのゴールは何かってことここをね考えずに気なし合コンの場所に集まってあどうもはじめましてなんつって始める人がほとんどなんですねこれはもう絶対にダメです例えばその日が先輩を立てる合コンなのか3人の男性がいてね先輩 A さんを盛り上げる役なのかそしたら先輩 A さんをねやっぱりうまいこと持っていかなきゃいけないんじゃないですかだから先輩をね他コ紹介要は先輩をこの人すごいん いいですよってね持ち上げたりとか先輩の好みの女性を把握する必要がありますよね先輩ってどういう女性が好きなのかな来る女性の誰がいいなと思ってんのかなこういうのも知る必要がありますよねそして各自が出会いを求める合コンであれば今日はさもうみんな平等でさっつってみんなが好きな女性とうまくいくといいねみたいなそういう合コンだとしてもですねちゃんと決めておかなきゃいけないことがありますそれはまず好みがかぶった時どうするかですさっき言った通りねこれすごい決めとくめちゃくちゃ重要なポイントで女性にバレずにお互いの好みを把握する方法がある これ僕が考えたんですけどこれは大人気ですよ本当に知ったらやりたいと思うと思いますそれは何かっていうと出張確認っていうものです出張確認ってんやねんってことなんですけどもこれ見てくださいね出張といったら東京名古屋大阪みたいな感じありますよねこの写真を見てもらうとこれを日本地図のように表してみてくださいはい日本地図ではもちろんね東から東京名古屋大阪と順番にね え続くじゃないですかそれで目の前の3人が要は3人目の前に座ったら右から東京名古屋大阪だなっていう風にすり合わせしておくんですねでこれを何がいいかっていうと、まあ、合コン始まってね10分20分ぐらいした時にそういえばあれなんかさ A 君来週出張とか行ってなかったっけなんていう話をするんですねそうすると A 君が「そうだね俺ね来週は名古屋の予定」ってことで「あっそっか A 君はこの真ん中の子が好きなんだなってことがわかるというそして自分も真ん中の名古屋の女性がいいと思ってたけども上京し

いや俺もね、名古屋の予定だったんだけど、俺大阪になったんだ、みたいなことで、お前に譲るぜ、みたいな、そう、俺は大阪行くぜ、みたいな、とかね、でもう一人が、俺はね、当分ね、出張ないから東京かな、みたいな感じで、そうすると <laughs>、出張確認をしてる間にですね、女性としては、なんか仕事の話してるんだなとしか思わないじゃないですか。でも、裏では、東京、名古屋、大阪、もうこの3人の女性を分別されてるわけですね、タイプをね。これ面白くないですか。もうこれによってですね、このやり取りで全然ばれないんですよ。まさかか自分たちが名古屋か大阪って とか東京ってててがわれてるなんんて絶対わかなないでしょなので、こういうことを使っておくと、もう最初からね、あ、じゃあ今日来ることこうしようね、まあこの順番ねとか、この目的に応じてね、今日のゴールに応じて、この出張確認でのゴールも決めていくって感じです。さあ、この出張確認を武器にですね、ぜひここから合コン中の具体的攻略をならせんね、話をしていきたいと思います。さあ、一つ目、自己紹介より他コ紹介が大事だよって話です。どういうことかっていうと、やっぱりね、他コ紹介には威力があるんですね。例えば僕が って言います、えー、僕めちゃくちゃモテて仕方なくてですねまあまあ結構地位や名誉も人徳もあってですねってね金も意外とあるんですよねみたいな <laughs> うざくて仕方ないでしょ、ね、逆にそれが一緒の友達が「いや為替ってねすごくてなんかこうやってチャラついてるように見えて仕事めちゃくちゃ一生懸命なやつで」みたいななんか適当に見えてマジで本当は繊細でめちゃくちゃいいやつなんだよねって。 言われてみてみくださいそしたら僕は株上がりますよねあこういう人なんだでも僕を上手に紹介してくれたその男性の評価も上がるんですそれはそうでしょうだってさ他人のことをここまでよく言う人って評価上がるじゃないですかなので他己紹介っていうのはする方される方どちらも評価が上がるっていう誰も損しない極めて鉄板の方法なんですねなので他己紹介を使わないのはもったいないです次ですね2つ目全員の話に前のめりででここうっていういとですやっぱりですねてててさんのの行動を見てて特徴的なのは自分に聞かれてる 話話ななないいいとねね聞かんんでですす、ね、に入ってこないんですよ、ね、僕もね教えてる男性メンバーがいるんですけども例えば隣の子にねその話題をこうやって盛り上げてんだけどもまた別の人との話の時にこいつ全然入ってこないんですよなんか普通に「もく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 」みたいな「<laughs> 入ってこいや」みたいなこういうのがあるんでやっぱり6人ね3対3の6人だったら全員の話をちゃんと聞くことなんですよ自分に質問されてなくても斜め前の女の子の話題でもこうやって聞いておくんですよおおあそう ダメだ。 そうするると話振られるんでねこれすごい重要ですよさらっと言ってますけどそして3つ目は気遣い気配りまずはですね女性のカバンや上着への対応も十分な気配りですよ例えば女性がねまあもちろんですけども男性の方が先にお店に入ってて女性が後から来るじゃないですかでやっぱり秋とかね冬とかになると大体皆さん、えー、これから上着を着てきますでそうなると上着かけるとこないかなってやっぱ女性探すんですよだから最初からハンガーの位置を把握しておくとか例えばカバンもね 女の子ってカバンをすごい大事にしてるわけですよでもカバンを置く場所ないなって思う心配が女性もするので最初からねカバンを入れる箱を店員さんに聞いておくとかどこに置こうかをもう準備しておくっていうのもすごい重要ですそして気遣い気配りで言ったら店員さんへの対応もあなたはすごい注意しなきゃいけないですね女性はね全てを見てるんですよ女性はね私に対してどういう風に話してくるんだろうよりこの人が他の人に対してどんな話し方をするんだろう見てます要はあなたのキャパですね器ですよねどののぐらいなのかを見て 見ていきます例えばね店員さんがちょっとバーってこぼして自分にビールがバーってかかった時にそこで「お前みたいなその表情とか全部見てるんですそれを「おうおお全然ひんやりしましたよ」なんつってね「ありがとうねちょっと暑かったんですよね足」なんつってね、まあ、こんなことをねやれってわけじゃなくてまあ、そういう店員さんへの対応次第で女性は「あ このの人ななんかかかいいかもだったたりとかあなたの器を把握してきますそして次のドリンクの提案とかね特に女性って合コンでおごってもらったりとか男性が多く出したりとかする場合があるのでなんかあもう一杯あもう一杯って言いづらいじゃないですかそう自分のお金じゃなかったら特になのでちょっとでも残り少なかったらもう一杯同じ飲んでいいとかそういうのを次何飲むって進めてあげるのがすごい重要なんですよねだからやっぱり気遣い気配りっていうのは視野が広いかどうかなんです目の前のののの前可愛い女の子の、ね、胸の谷間ばっかり見ちゃダメな なんですよそんなんじゃなくてもっと谷間をもっと広げていかないゃいけないですねパーンみたいに谷間パーン割ってですねもっと全体を見てああの子残り少ないかなとかなんかあの子ちょっとつまんなそうだなとかこういう気配りですよそして当然ですけど取り皿やカトラリー要はで、ね、箸とかフォークとかの提供もちゃんとしましょうってことですねただねそれが業務的になるとダサいんですね例えばね社会人の飲み会みたいな感じで会社の集まりみたいな感じでさ上司もいっぱい来ててあはい失礼しますお皿です鳥皿これですこれ使ってください みたいなやってるやついるじゃないですか。これを合コンで持ち込む人がいるんですよね。なんか毎回毎回もうねこれだけ俺にやらせてみたいな。すみません皿取りたら塗っつく,ください。はいどうぞ。 <laughs> みたいな感じで、<laughs> お前、店員みたいな感じがあるんで、もう、さらっと、あっ、取り皿もらっていいですかなんて言って、さらってもらっといて、会話の最中にね、あ、そうなんだって言いながら、会話しながら、さらっと取り皿を巻くとか、本当にね、このね、あくまでスマートにやってください。で、その一つの方法が、サラダギャップってのがあるんで、これから説明します。サラダギャップって何ぞやってことなんですけど、このね、サラダギャップはですね、えー、かなり重要な方法です。まあ、これ簡単に口で説明すると、例えば、はい、どうぞどうぞってやると、なんかもうちょっと、 執事っぽいいじゃないですかそうじゃなくて最初飲み会とかね合コンとかコースで頼む場合ってサラダが大体来るじゃないですか。鳥り皿がそれぞれね目の前に6個あるとするじゃないですか。でサラダが2台来るとするじゃないですか。じゃあそれでサラダ来ました。鳥り皿ありますっていう時にあ サラダ取るよってやるとですね、女の子は、あ大丈夫です、自分でやりますってなるのを想像できますよね、分かりますあやるよって言うと、あ大丈夫ですって女の子言うんですよ。だから勝手にやることが大事なんですけど、それをどうやってサラダギャップっていうのでやるかっていうと、あたかも自分のサラダを盛るようにですね、自分用のサラダを盛るように、うわ、このサラダうまそうだねってね、自分のお皿に盛るんです、目の前の。でも、盛りながら上手に盛るんですね。 なぜかというとこれは自分のためじゃないからなんです上手にこうやってサラダを持って綺麗に持っといて目の前の女性のまだ使ってない取り皿とここで入れ替えるわかります言いたいこと女の子の気持ちに立ってみるとあ この男性は自分のサラダを今取ろうとしてるんだなって想像つくじゃないですか。で、うまそうなんて言ってね、あ、結構この人わがままタイプなのかなみたいな。なんか自己中タイプなのかなみたいな感じのイメージ湧くでしょ。これめっちゃうまそうじゃんって言って。それを、はいって言って、取り皿と交換してあげるんですよ。相手の空の取り皿と。えこれ私のだったんですかみたいな。そんな感じになるんですよ。これもスマートにやっちゃうんですよ。これうまそうだね、このサラダ。はいっつって,言って。えっと、さあ、なんて全然違う話をするとかだと、もうキュンなんですよ。えみたいな。めっちゃスマートみたいな。これがサラダギャップです。 これね、出張確認とサラダギャップ。これ僕が編み出したんですけど、みんなすごくないですかね、すごかったらコメントしてください。絶対来ないと思うけど。この次、ぶっちゃけ自己紹介。これも僕が考えたものなんですけど、これ、ぶっちゃけ自己紹介って何かっていうと、最初の自己紹介はベタにみんなするじゃないですか。じゃあみんなさん自己紹介でもしましょうかなんですてね、緊張感ある中でみんな自己紹介したりするんですけど、その後ですよ、盛り上がってきた後、30分ぐらい経った時に、じゃあちょっとさ、ぶっちゃけたさ自己紹介でもしようよってね、誰かが切り出すんですよ。え、どういうことなんていう話を。 して今日はですねなんでぶっちゃけ自己紹介をしなきゃいけないかっていうとお互いですね普段は話せないことをぶっちゃけ合うことによって心の距離を近づけて初めましてなんだけどもグッと仲良くなるっていうのがゴールなんですねなので例えばぶっちゃけ自己紹介で男性陣から言うんですねあじゃあ僕からですねっつってえ僕ねえぶっちゃけ言うとえ昨日思いっきり振られましたみたいなとか例えば僕ねぶっちゃけ言うと昨日も目の下のクマ整形しましたとかねなんかちょっとぶっちゃけるんですね何か 何かしらぶっちゃけるとそのぶっちゃけレベルに応じて女性もぶっちゃけてくれます昔あったのがすごい面白かったんですけどそれぞれちょっとぶっちゃけあったんですよで「はいじゃあ女性人」なんて言って3人ね仲いい女性だったみたいで、ね、元々で1人の女の子が「はいじゃあ私ぶっちゃけます」え「実は私鼻整形してます」とか言ったんですよマジでそしたらですよもう 高校からの仲いい親友の他2人はその子が鼻整形しているのは知らなかったっていうすごくないですかぶっちゃけ自己紹介をすることによって、ね、高校から10年ぐらいの付き合いのある人たちが知らない情報を僕はぶっちゃけ自己紹介によってはじめましてで30分で知り得たんですこれがやっぱりこのトークの技術だったりとかこのトークテーマだったりとかねうまいこと持っていくことによって距離が縮まるよねっていうことなんですねそして出張確認をを踏まえた席外を積極 的にすることです。そう、さっき言った通り、東京名古屋大阪って分かったらですね。あ、じゃあ隣の友達の b 君は？ え真ん中の名古屋の子が好きなんだなって思ったらですねなんかうまいことですねその子がその子の隣に行けるようにちょっと席替えタイムなんて言って自分は東京だったら東京の近く行くとかそこから辺はみんなで空気を読みながらねやることができたりしますで何よりもですね合コンの戦略としてはあなたが仕切り担当になってください難しいかもしれないですけど仕切りを担当するっていうのが大事なんですねで仕切り担当の仕事は次の話題の提案なんですなかなか難しいかもしれないですけどこういうのができてくるといいですねみんなが楽しめるようにそうにそ さっき言った通り気配り話してない人に話を振るあるまるちゃんはどうだったのとか少し遠いんだけども話まで振ってあげるだったりとかあとは2件目の提案とかもじゃあ次もう1件行きましょうよみたいなとかなかなか仕切り担当がいないとね場がね展開していかないんですよでまあ難しいと思うよ難しいと思うんだけどもさっき言った気遣い気配りができて かつ、この仕切り担当のリーダーシップがあるとですね、気遣いかけるリーダーシップでもう男らしさ最強の評価がマックスなんですよ。ここが抑えられたらですね、なんかあの人すごい良かったねってなるんです。女性の意見もたくさん聞いてきたんですけど、なんかね、呼ばれてかっこいいっていう男性よりも、なんかね、みんなのこと気遣って、自分は後回しにしてみんなを楽しませようと報道してくれた男性って、やっぱり素敵に映るんですよ。余裕があって映るんですよ。なんかその人に興味は持つんですね、人は。ななのでちょっっと仕切り頑張ってみようなんか自分が 前に出るるんんじゃななくくてててててみみみをを楽しませる行動を取っっっようってやってみてくださいその時に今日はありがとうねなんて言って女性とね連絡先を交換した後にやってて「○○え〇〇くん全然なんか食べてなかったくない?」みたいなねそんなこと言われるんですよ全然全然ってだったら2人でご飯行こうよって言ったらうまく行きやすかったりしますということでね合コンについて話をしていきましたさあいかがだったでしょうか次どんどん行きましょう相席屋ですこれもね相席屋もねいろんな話がありますよ是非ついてきてくださいね相席屋の特徴相席屋行ったことありますかね相席屋の特徴をお話をする するとですね。まずはですね。2人で行ける相席屋が主流なんですね。2人以上で行ける相席屋。 もちろん男性3人とかでも行けるんですけどそもそもまずベストは2人ですで女性2人組で来てるのがほとんどなのであの3人とかで行くと女性2名に着かされるのでやっぱり1人浮くっていうのは当然あるんですねなので2人がベストなんですけどいやいや友達いねえよとかね相席屋に一緒に行く人いねえよっていう人もいるんで最近は1人で行ける相席屋ってのも流行っておりますこれも1人で行ける相席屋って検索してみてくださいザ・シングルとかねいっぱい出てきますので,で次は靴がサンダルだと NG なところがありますちょっと高級いいうかそういうかそ をね作っっててるようなとととこころろのは靴でサンダルとかダルかメなところがあります僕、地方でですね、相席屋でも行っかってメンバーに行ってですねえ、そしたら僕、乗り手でサンダルだったんで入れなかったっていう苦い過去があります。あとは身分証のチェックがあります。そう。で僕、農家番なんで、いつも全然何も持たなかったりするんですけど、おいおい、そんなんさ、わざわざ免許証持ってきてねえよみたいなこともあるんで、ぜひ気をつけてください。で、特徴は席外希望が出せるっていうのがあります。まあ、言うても、女性は無料なんですよ。男性のお金で回ってるんですよ、相席屋は。ってなると、店員さんとして もですね男性をうまいことを転がさなきゃいけないと思ってるんで、なんかね、席替えしたいときは、このカードを出してくださいとか、店員さんに直接行ってくださいねとか、あるので、なんかこの人合わないなと思ったら席替え希望が出せます。そして金額に関してはですね、10分650円前後、まあ、時間帯とか週末やエリアによって金額変わります。30分でサブ68だから2000円ぐらいっていう感じになるのかな。だから1時間で4000円とか、これが結構ね、じわってくるんですけどね。で、女性は無料っていうことです。これがののの特徴でですねなので女性っていうのは 本当に飲み物もご飯も全部無料なんです。全部無料。だからどういうことが起こるかって想像つきますよね。じゃあそれを踏まえて相席屋のメリット、デメリットについてね、話をしていきましょう。で、メリットなんですけれども、まあ、今日にでも女性と出会えることができます。今から行っちゃってもいいです。もうこの動画見ながら相席屋向かっちゃってもいいです。で、あとは1回で数人の女性と出会えます。そう、自然とね、席替えしてくれるから、いろんな人と会えます。そして友達と気軽に行けて楽しいです。ね、なんか2人でね、男同士で居酒屋行くぐらいだったら、ちょっと相席屋でも行こっかみたいな。 感じでただ飲むっていいう行動は変わらないそこにプラス女性と飲めるっていうドキドキ感が味わえますじゃあデメリットは何かっていうと女性は選ぶことができませんねなので女性でさっき言った通り女性は無料なので飯目く本当にもう無料でねご飯を食べに来たっていうのは当然いるんですよそう逆でもそうじゃないですか当然いるだから話が合わないと苦痛なんですねで昔ね僕渋谷のね相席屋行った時にですねマジで今日何しに来たのなんて話をしたらですねえあの携帯の充電しに来たって言われましたからね マジで きちいみたいなそうここからどうやって盛り上げようみたいなしかも僕もその時30代真ん中ぐらいだったけどもうガチで20代前半ぐらいの女性だったんでエリアもね選ばなきゃいけないですよねだからね結構きつかったなあの時なあとね地味にお金がかかるんですよねなんかあ意外と10分ね650円まあまあまあなんてねやるんですけどじわるんですね2時間8000円とかねなんかいろいろじわってくるんで楽しくなってね会計時にマジ嘘でしょってビビることはありますんでぜひ気をつけてくださいそしてね年代で 振り分けられるることがあるので要は、例えば僕がね、41歳です。40歳になったばっかりの時とかにメンバーと一緒にね、相席が行ったことがあって、年齢を聞かれるんですね。そうするともう、39だったら30代、40だったら40代、まあ、しょうがないんですけども、で、女性から拒否られる可能性があるんですね。大体いいですね、これから男性つけていいですかなんてね、スタッフさんが女性に言いに行ったりするんですね。その時に、40代の男性なんですけど、いいですかなんて言われるみたいなんですよ。え、40代無理なんて言われたら、会えない、そもそも会えないじゃないですか。 いいかもしれないですねではそれを踏まえてねおすすめの相席屋相席屋に関しては意外と結構行ってきてるんで相席屋でいろんな結果も残してきてる男なんですがおすすめの相席屋はズバリねオリエンンタルラウンジ系列がいいいかなと思いますねちょっと見てみますかまあ、こんなロゴで今サマーイベントとか書いてますけどまあ、僕ここの社長と知り合いっていのもあるんですけども、まあ、今ねここで見てもらったら分かるんですけど男性女性女の数がてて出てくるんですね今もうこれ僕撮影してるのがまだ昼なのでここ出てこないんですけど 男性の人数がこういうふうにしてですね、これ、昨日ちょっとね、僕がスクショ撮ったんですけれども、昨日の8時、夜の20時に、横浜店が男性10、女性27だったんです。すすすごくないですかかこれ意味分かりますよねえ 女性ばっかりやん。そこなんですよ。これめちゃくちゃ重要なんですね。であとは店内がおしゃれで店員さんの接客がすごい良かったりするんで僕はオリエンタルラウンジ系列すごいおすすめしてます。じゃあ相席屋の必勝法についてお話をしていきますね。ここ、まずね、ポイントは入店時間をずらすってことなんですよ。常にですね、モテる男ってのはですね、差別化を考えてます。ビジネスが上手な人も差別化戦略をやってます。恋愛でもそうなんですね。入店時間をずらしていこうってどんなずらし方がいいのかっていうともうズバリオープンした1時間以内を狙うんですね。で、昔オリエンタルラウンジ渋谷 行った時にね18時半の時点で女性30男性4でしたガチかよみたいないや本当に女性しかいないんですねなんで早い時間がいいかっていうともちろん女性の方が多いっていうのはあるんですけどリアルな出会いという緊張感を楽しめるんです例えばほとんどの男性が一軒目ね適当に安い居酒屋で飲んでちょっとさあ相席屋でも行こうぜみたいなキャバクラ感覚で行っちゃうんですよそうすると9時とか10時ぐらいそうなると男性の方が多いしいや男もちょっとね酒飲んでチャラついてるし女性もなんか酔っ払ってる男性なんか嫌だなとかこんな感じであるんですけど18 とかそんな感じだと「あどうもはじめましてあ今ね仕事終わってきたんですよ」<laughs> みたいな感じで結構いい緊張感もう待ち婚みたいな感じが味わえたりするなので紳士的な男性に見えますよね「ちょっとね初めて入ってみたんですよね」みたいな「このあとねちょっと仕事のね集まりがあるんですけど」とかねまあなんか何でもいいんですけども早い時間帯に行くことで女性も多く会えるしもちろんね早いうちにいるから女性も飯僕の可能性もありますけどでも別に今親紳士的にねあなたがちゃんとアピールできたら後日誘うことだって全然できます よね、そして特に30代40代50代以上だったらですね相席屋にもし行くんだったら VIP ルームを利用してくださいちょっとの奮発でね差別化できますそんなね大幅に高いわけじゃないので VIP ルームってだけで女性としてもえっ VIP ルームの人なんだどんな人なんだろうお金あんのかなみたいなもう本当にそんな感情を少し沸かすことも大事なんですそして他の戦略はですねあえて1人で行くっていう戦略もありますこの場合は、まあ、外に連れ出しやすいさっき言った通りですね女性っていうのは2人組で来てるとなかなか2人が別れることってできないんですねゴールがその日中に何が したいなみたいな今日は何がしみたいなそんな日だったとしたらですね暇だなと思って1人で相席屋に行くとですね同じくですね1人で来てる女性っていうのはもちろんたくさんいるんですよでがっつりデートみたいに喋れるわけですよそうなので例えば相席屋では食べられないお寿司だったり焼肉とかまあ相席屋もね、まあ、特にオリエンタルラジオもすごい料理こだわってるんですけどもさすがに本格的なお寿司だったりとか何か焼肉で焼くなんてことってできないんでなんかちょっとお腹空いてきたねーなんていうことでお寿司でも食べに行かない近くにみたいなあとはなんかねドリンクはた たくさんあるんだけど女性がねワインが好きとかよくワイン飲んでるとして相席屋がグラスワインしかない要は1種類しかかない場合とかってあるわけですよねだから僕はや、ね、つ結構ねワインめちゃくちゃいろんな種類のワイン飲めるとこはあるけど行こうよとかそんな感じで相席屋にないものを外で埋めに行こうみたいなこういう大義名分理由がね 整うと連れ出しやすすくなりますね何よりも大事なのはジェントルマン対応です。ズバリ他の男性は酔っ払って適当に雑になってきます。女性のね、テンションが低くても興味を持って質問してください。もういろんな女性が現れますよ。行ったらですね、本当にテンション低くてね、なんかこいつ本当にご飯だけ食べに来たなって女性も現れるんですけども、ここは自分への試練ということで、前のめりで興味を持って質問してください。で、そうするとですね、女性もね、申し訳ない感じになって気持ちを切り替え始めます。なんか、あどうもつって、あ今日何してたんですかとか、一生懸命や やってるとですね、女性も徐々に心を開いてくれてえ皆さん何の集まりですかとか振ってくれたりとかね徐々に徐々に女性もね本当に優しいんでそういう風うな展開になってきますジェントルマン対応なんであえてその日は無理に外に連れ出そうとしないっていうのも大事ですみんな同じこと考えてるわけですから22時以降とかさ男たちは持ち帰ることしか考えてないですもう一回行こうよしか考えてないですそこをスマートにあもう今日も結構遅いねって明日も仕事なんでしょみたいなちょっとさ後日また行きましょうよみたいなこんなスマートさはめちゃくちゃ重要だと思います るにはどうしたらいいかってことですだから入店時間をずらしたりとか酔っ払った男が横柄になる時にスマートに行くとか常にそこら辺は考えていくんですね。 敵はは女性性ででなく周りの男性ですということでね、相席屋の必勝法まで話をしてきました。いかがでしたでしょうかさあ、次はナンパ行きましょうか。ね、河瀬がナンパを YouTube で話すってことはなかなかないんですけれどもですね。まあ、特にね、30代、40代以上の方が多いので、基本的にナンパをしろとは僕は言いませんが、とある方法があるのでね、話をしていきたいと思います。そもそもナンパとは何かって言ったらね、もう分かってると思いますけど、ナンパってのはですね、漢字でナンパって書きます。要は、硬派の逆ですね。硬派だぜ、俺みたいな逆です。なので面識のない 人に対して公共の場でで声をかけるってことなんですよだから、後派の逆だからナンパ。何が言いたいかっていうと、だから、女性もね、受けがいいものではないんですよ。なんかやっぱり、後派な男性が好きとかあるじゃないですか。ナンパっていうのは後派の逆で、そりゃあさ、面識のない異性から、外で声をかけられるなんて、嫌って思う女性の方が多いに決まってるじゃないですか。なので、要は何が言いたいかっていうと、ナンパってのはそもそも難しいんだよ。まあ、言ってしまえば非常識な行動なんだよっていうことなんですね。まあ、それを踏まえてですね、ナンパのメリット、デメリットの話をしていきます。まずメリットですね自分の の好みの女性をね、ダイレクトに狙うことができます。で、もちろん声をかけるだけなんでお金がかかりません。えなかなかうまくいきませんが、自分のコミュ力は上がっていきます。そういうことですね。じゃあデメリットは何かというと、勝率はとても低いです。100人に1人、500人に1人みたいな。そんな状態だと思う、思ってください。特にね、会話慣れとかね、してない人っていうのは。で、会話がうまくいかないと乾杯します。そして、なんだよっ,つってメンタルが崩壊します。昔ですね、え僕、男性を教えても7年経つんですけど、1年目の時とかって、本当にですね、ナンパスポットにね、メンバー作り出してね、 どどどどん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 ナンパさせてました <laughs> かなりみんな最初メンタルやられてたんですけど徐々にこういう風に言うといいよって言ってね立ち止まってもらったりとかすると自信になったりするんですけど、まあ、最初はメンタルがやられますそんなねナンパなんですけどナンパに必要な3要素ってのがあるんですねズバリメンタルテクニックルックスですよだから武道で言うところの真偽体が必要なんですねなんかうまくいかない場合はメンタルが崩壊してるのかテクニックがダメなのか自分のルックス見直すかみたいなだからなかなか全部ないとうまくいかないんだよってことですねズバリナ メンタルの話をしますとまずもうこの女性は二度と会わない女性だというふうに思うことは大事ですよねなんか一人に固執するんじゃなくてですねこの女性はもう会わないからまあしゃあないみたいな感じで切り替えを早くないとダメですねでそもそも超ハードなことを自分は今知ってるんだってことを認識することすごい少ない人数でもですね今本当に暇してる女性もいるということも事実なんですねなのでそんな巡り合わせがあるかもなぐらいのでも期待はもちろんしちゃいけないですよ過度な期待をねでもいるんですよ1000人に1人は今ね外歩いててすっごい暇だな 今日マジで予定ないんだよねって誰かしらとなんか飲み切りたいなって思ってる女性だっているんですよそこにビタって当たれば整理するわけじゃないですかズバリですねナンパをすることによって声をかけるこのこの行動がどこの出会いでも楽勝になる自分を作るんですねやっぱナンパできる人ってもうメンタル強いんでなんかさナンパとかで声をかける習慣があるともう合コンとかそれこそマチコンとかもう楽勝で仕方ないですよねただですね相手に敬意を忘れないってことも大事ですやっぱり30代40代以上は特にですねジェントルマンでいてほしいですよね で最後はでで締めるんですだってさそもそも非常識なことをしたわけじゃないですか硬派ではないことをしたわけじゃないですかそれでも声をかけさせてもらっているわけですから最後にね「ねあ違ういや無理です」って言われてもあありがとうってちゃんと言うことなんですそしたら女性も後ろから「ありがとう」って聞こえたら嫌な気にはならないじゃないですかまあ私のこと少しいいと思ってくれたのかなとかそういう気持ちで返してあげないとこういうところからやっぱり自分っていうのは作られていくと思いますよということでナンパが成功しやすい女性の特徴をね10選話をしていきましょう1つ目ですね ゆっくり歩いてる女性がいいですねゆっくり歩いて,る女性っていうのは基本あんまり予定がない場合もあるし女性もねなんかほんわりしてたりとかですねあんまり何も考えずに歩いてる女性もいたりするんでゆっくり歩いてる女性っていうのは予定がない可能性があります。で待ち合わせ中の女性も狙い目だ って感じですね、連絡先の交換を、ね、するだけなら成功しやすいというあるデータがあるんですけれども歩いてる女性25人にね、えー、声をかけて、まあ、ゼロだったんだけど待ち合わせをしてる女性25人に声をかけたら3人が、ね、連絡先を交換してくれたっていうデータがあったりするみたいなんですねなので待ち合わせ中の女性待ち合わせ中って行きづらいですよねわ、ね、かるわかるんだけども例えばあれまだかなって思ってる段階でちょっと暇だったりするし女性としてもです、ね、このあと用事があるっていう安心があるんでまあここ2分ぐらいは相手しようかな とかちょっとまあいいかなって思うんです。どうせ誰かこの後来るから助けてくれるじゃないですか。みたいなこともあるんで待ち合わせ中の女性ってのは、えー、行きやすいってことですね。あと分かりやすいのはスマホ片手にキョロキョロしてる女性ね。もうこんな、ね、えー、っとみたいな。分かりますよね。シンプルにこういう子たちは道に迷ってる場合があるんですね。目的地を探してます。なので連れてってあげましょうってことです、ね。僕の事例なんですけれども僕がね当時何年前かな、まあ、あったんですけども30代の時に東京にいた時にですね。銀座のね。橋交差点いいう大きい交差点 があるんですけどねそこにスマホを持ちながらですねキャリーケースを持ってですねこうやって一生懸命探してるねかわいい女の子がいたんですね確か YouTube だったかななんかの撮影中だったんですけどもその時にですねあでも行っちゃおうと思って「大丈夫ですかどこ向かってるんですか?」なんてなんかそんな話をしたんですね「いやここなんですけど」みたいなもう関西弁だったんですねあ これですぐ分かったんですよ。あ、出張だなって。出張ですか？みたいな。大阪から？なんて言ったら、そうです。なんで分かったんですか？みたいやいや、それはね、が関西弁だからみたいな感じから、あ、ここだと多分ここかなって言いながらですね。その時にさらっとスーツケースを 手に取ってスーーツケススを一一緒緒に持持っっててああげげるるるんんんでででですすすよよいうか自分ここれがね刺さるんですよこのスマートさーバはーできるようになったらいいんですけどなかなか難しいかもしれないけど持つようじゃなくてさらっとねスーツケースを代わりに持ってあげるでコロコロ引きながら「すごい持ってきたね結構長いんですか出張の期間」なんて言ってなんかいろいろと話できますよねいや全然一泊なんですよなんか何か女性いろいろねなんかもう部屋のなんかいろいろ必要ですもんねなんて話をしながら目的地まで着いてあここここって言ってそれで僕もね出張でよく大阪行ったり するんで連絡先交換しししててておきましょうなんて言って別別ににその時別に大阪行く予定ゼロでしたでもうまいこと言ってですねその子がその日はちょっともう会社の集まりがあるって言って誘えなかったんでよし俺大阪行ってしまおうと思ってなので連絡先交換しといて無事ねちゃんと間に合ってよかったですありがとうございましたみたいなやり取りから始まって2週間ぐらいにね大阪行く予定を段取り決めちゃってで大阪行って大阪でどっかのね ラウンジかかなんかで飲んでで飲てそこで告白しましまた <laughs> その女性とどのぐらい付き合ってたから、はい、1年半ぐらい付き合ってたのかなみたいな記憶があります、はいまあ、そんな感じで別にナンパからお付き合いするってこともできますけどポイントはこれナンパじゃないじゃないですかギブでしょお助けじゃないですかこのポイントが大事なんですよねさあ4つ目東京駅や品川などでキャリーケースを持った女性まあこれはですねまあ田舎から来た可能性がでかいですね田舎から来た就活生だったりとかね都会に慣れてない素朴な女性がいる確率が高い で,すよ、ね、で田舎の人ってね過度なガードがないんですよねでこれまたごめんなさいね僕の話になって恐縮なんですよわ分かりやすいから僕昔の元カノは沖縄の離島結構ほんと何百人しかいないっていう島で生まれた女の子だったんですけど会った時なんてもう純朴素朴で大丈夫っていうぐらい島の人と全員仲いいんだよねみたいな感じで男女関わらず声をかけられても「何ですか?」って言っちゃうようなタイプなんですよもうそういう子ってすごくてコンビニの店員さんに対しても「はいありがとうございます」って言って「ありがとうございます」 ありがとうございますみたいな「すごいみたいな、まあ、そういう子だったんですけど、まあ、そういう子みたいな子はいるんですよねだからもう別に「ナンパ」って思ってないんですよ声をかけられたったら「あはい!」 なんかかあったんですかみたいな感じでまあそういう感じで田舎の女性あるあるみたいなそういうのがありますねさあ次行きましょうかね5つ目ですね昼間のの買い物中の女性ですねズバリ夜のナンパ街とかだともう当然他の男性と比較されるし夜ってキャッチからとかさ女性にとってはリスクあるんですよナンパなのかなキャッチなのかな嫌だな怖いななんですよでも昼ってやっぱり日中だし安心感あるし買い物中だったらまず一人で買い物してるってズバリ暇なんですよ暇なんです だから、ちょっとね、話をかけやすかったりします。で、次はですね、イヤホンをつけてない女性ですね。イヤホンをつけられるとですね、なかなか外させるのは結構難しいんですよ。だいたい人を遮断したいっていう思いがあって、つけてたりするんですよ。もう話しかけてくんなよみたいな。なかなか難しいんですよ。僕も昔、イヤホンをつけてる子に声をかけて、あこれ。 みたいな外してみたいな感じで外してくれることはいるんですけどなかなかなんで外さなきゃあかんねんじゃないですか普通なのでイヤホンをつけてない女性まあこの流れでいくとですねマスクをしてない女性も大事ですよねもうねわかるでしょあなただってマスク美人って言えるだけあってマスク外したらね口先ぶんみたいな女性もいるわけじゃないですか女性ってここで判断されやすいんだよね目の元でなので今マスクをしてる女性っていうのはそもそもナンパさせてもらう上でマスクって顔がはっきりわかんないんでリスキーだしマスクをしてないってことはまあ いわゆるねもう別に今って自由じゃないですかオープンな性格な人っていうのはもう外してるんですよねそうなので声がかけやすいしあっちもマスクい同士だからさっさと話がすぐすることができますね逆にマスクだと結構自分で心の距離もねマスクと一緒につけちゃってる可能性もあるんでマスクしてない女性がいいですそして狙うべきは女性2人組が良かったりします何で女性2人組がいいかっていうと女性同士が遊ぶ場合の傾向なんですけど大体ですねとりあえず遊ぼうみたいな感じでねとりあえず遊ぼうよみたいな感じで特にですね具体的な予定がなく会う場合がある ですねなので、食事した後とか、暇になっちゃうんです。で、ランチしようなんて言って、別に、そういう別に私空いてるなんて言って、とりあえずランチ行こうなんて、で、この後どうするみたいな感じになっちゃったりする、そういう暇な人がいたりします。あとはですね、立ち止まってる2人組っていうのは結構狙い目です。だってもう、そもそも、立ち話し,してるってことは、まあ、解散なのかどうしようかなとか、ちょっといろいろ考え事をしてるときですよね。なんか結構暇な場合があります。まあ、ズバリですね、これは、僕のね、もう一個のメインチャンネルの、男宮研究所っていうチャンネルでですね、該当インタビュー、そこまで暴露してくれるなんてっていう動画をご覧ください。 ここで僕がナンパをしてるナンパというかインタビューなんですけどまあインタビューというナンパだったんでまあぜひこの辺りも参考にしてみてくださいそんな女性の傾向がある中でまあ、女性2人組を狙うといい場所ってのはズバリまあ分かりやすく言えばナンパ通りやナンパスポットって呼ばれる場所ですね女性もご飯をおごってもらいたいと思ってその辺りをフラフラしてる女性って多いんですよいやいや川さんそんな子を狙ってどうするんですかってあるんだけども入りとして女性の確率が高いんですね要は一緒にその日ご飯を食べてくれるぐらいの確率は高いんですよそれをあなたが どう捉えるかですそれを練習だと捉えていくのもよしそれだったら嫌だと思うのもよしだけども声をかける練習にはもってこいですね銀座のねコリドー街とかってのはいわゆるナンパ通りなんて言われてて女の子の2人組が誰かにご飯をおごってもらいたいなと思ってねつか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 歩いてる女の子いたりしますちなみにですねその銀座のコリドー街って結構僕の統計上ですね CA さんが多かったんですねキャビンアテンダントさんは蒲田とか品川とかその界隈に住んでる人が多くて結構銀座ってのは よく訪れる場所ですねなので CA で休みでみたいな結構多かったです参考にしてみてくださいでそして9つ目ナンパが成功しやすいのは横丁系や飲み屋街の女性ですねまあ先ほどの話につながっていくんですけども横丁系飲み屋街っていうのは女性が2人がね気軽に飲んでるエリアだったりします気軽に飲める居酒屋が密集してるエリアってありますよね東京で言ったら恵比寿横丁だったり渋谷横丁だったりとかねすいませんねここに川瀬の事例って書いてあるんでまあ昔ね僕の話をさせてもらいますと恵比寿横丁には毎 毎日行ってましたね僕のスタイリストと一緒にね、スタイリストの小川さんと一緒に行ってですね、毎晩一緒に飲んでですね、女の子と。で、その時僕、赤坂にですね、ちょっとイベントスペースで街コン開催してたりしたんですよ、昔ね。なので、自分のお店があったんですね。なので、スタイリストの小ガさんと一緒にですね、女の子二人と飲んで、もう一軒行こうよなんつってね、自分の店あるかななんて言って、赤坂までですね、恵比寿からタクシー乗って、自分のお店まで連れてって、で、自分のお店で貸し切りの状態で飲んでたってこととかね、まあね、そんないろんなことやってました。はい。なので結構やっぱり カジュアルにね楽しめたりすするんででいいいかなーと思いますでやっぱりですねこういう場所って店外で飲む場所があるので開放感が出てガードが緩むんですよねじゃあこの横丁系とかのね女性への接近の仕方なんですけどもこれを知っておくとすごいよくてですねまず女性だけで飲んでるテーブルに入り込むんですねそーっとねそーっとというかさらっと女の子同士で4人のテーブルで女の子2人飲んでる時にさらっと座って「まあ、ここをおごるので少し一緒に飲んでくれませんか?」とかねなかなか難しいんですよなかなか難しいんですけども何かしらのギブをするってことでここを奢るので 少し一緒に飲みませんかみたいな。とか、近くの女性だけグループに一杯を勝手におごっちゃうっていう戦略があります。これね、河瀬の過去の事例なんですけども、僕ね、カンボジアに4年間生活してて、カンボジアの大富豪、本当に大富豪なんですけど、日本で言ったらイオンみたいな、イオンモールみたいなのをカンボジアでどかどか作ってるような社長だったりとか、まあ、ホテル何十軒持ってるか分かんないような社長だったりするんですよ。そのカンボジア人がですね、日本に遊びに来た時にですね、飲み屋街でね、横丁系のところで一緒に飲んでたんですね。そん時にですね、カンボジア人の大富豪が、僕の後ろにいる女 女の子2人組を見てですね可愛い2人組だったんで「へいかわせ」みたいな感じで「あの2人に飲み物を1杯出してやってくんねえか?」って言って「あなるほど」と思ってチラッと見たら女性2人組がハイボール飲んでたんで店員さん呼んで「あすいませんハイボール2つ」で2つ来たら「あ後ろのテーブルの子に渡してあげてください」みたいな感じで「あえー、とか言って店員さんもね持ってきてるもんだからこうやって後ろの女の子2人に渡すじゃないですかでこのタイミングで僕らはこうやって見て「あ全然あの飲んでください」って「いや今ねカンボジアからね」って友達が来ててみたいな2人に1杯飲またい っって言って言たんだよねみたいな感じからちょっと一緒に飲みませんかってなってそっから2軒目とかねそんな感じで飲みに行った記憶がありますなのでほんのちょっとのこのね1杯をおごることって本当に結構効果的だったりしますよだって例えばハイボールね2杯で1000円ですよ1000円のギブで一緒に飲めたりとか仲良くなったりあっちは嬉しいわけじゃないですかたかが1000円されど1000円ぜひ試してみてくださいさあ最後ですねナンパが成功しやすい女性の特徴10軒目なんですけども感情派の女性これどういうことか っていうと、まあ、女性もね、理論派、感情派がいます。いわゆるドライなタイプかウェットなタイプ。で、感情派の女性っていうのは、物事を深く考えずに行動する習慣があります。で、理論派の女性っていうのは、自分のテリトリーだったり、パーソナルなエリアに入られるのをすこぶる嫌うわけですね。じゃあ、感情派の女性の特徴って具体的にどういう人かっていうと、でっかい花柄のワンピース入ったりとかですね、原色系のファッションだったりとか、あと、口角が上がってる、だからいつも笑ってそうな感じの人ですね。で、目が大きめで二重の女性とか、で、可愛らしい、どちらかといったららしい 雰囲気のの女性っていうのは結構感情派の女性で物事を考えずにスッと行動する習慣があったりしますね逆に理論派の女性の特徴はですね、まあ、要はこういう女性に声をかけると難しい傾向があるよってことなんですけどパシッとねパンツスタイルだったり一色のコーデ例えばネイビー一色とか黒一色とかねきれいめバシッみたいなタイプだったりとか目が細い感じだったりとかもう雰囲気的に冷たそうな雰囲気が出てたりとかどっちかって言ったら綺麗系の女性ですねこのあたりっていうのはドライにクールにって感じな,んでなかなか初めましての男性に に心をね許すすっっていうのはなかったりしますんでもちろんこの限りではないんですけどもこういう感情派の女性のタイプを狙ってみるっていうのも方法としてはありかなというふうに思いますで今ねこれを見てる人って結構ね30代40代50代の方も多かったりするんですけど40代以上の男性におすすめしないナンパっていうのもお伝えしておきますとズバリねクラブでのナンパクラブでのナンパはやめてともうクラブって、まあ、若い男性が集まるじゃないですかよく銀座のクラブとかじゃないですよよくあのファッファーみたいなやつ僕大嫌いなんですけど若い男女の集まり は難しいですよおっさん来ちゃったってなるんでただですね大人の特権をかませるんだったらいいんですよ例えばねビップ席とかさっきのさ愛席屋で行ったみたいにちょっとしたお金があるアピールとかね できたらまだいいんですけどもうねナンパでクラブってのはもう40代以上はしない方がいいですねまあ20代のものなんじゃないですかクラブっていうのはと僕は思いますナンパの具体的戦略は別の動画でまたね後日ですねナンパに対してもう少し掘り下げて話をしたいなと思ってるんで別の動画をね撮ろうと思ってますんでぜひね今のうちにチャンネル登録しておいてくださいさあ残り5つですねちょっとテンポを上げていきましょうかえ社会人サークルやコミュニティについて話をしていきますとでそもそもね社会人サークルってどんなサークルがあるのかっていうことなんですけど まあ同じ趣味の集まりとか、英会話などの同じ学びの集まりとかね、フットサルとかね、スポーツの集まりとか、社会人サークルと検索してたくさん出ますよ。片っ端からぜひ行ってみましょう。本当、たくさんあるんでね、僕もいろいろ調べてみましたけども、めちゃくちゃあります。で、最近だとね、結構ね、オンラインサロンとかもありですよ。オンラインサロンってよく聞くでしょ。で、オンラインサロンの中でも、なんか例えば、英会話サロンとかね、オンラインサロンとかさ、いろいろあるじゃないですか。ただ、ポイントは、そのオンラインサロンの何かの催しだったりとかで、月に1回リアルの場所でみんなで集まりますとか、そういう、ね ね、実際直接会える場所があるそういう催しがあるようなサロンを選ぶのが鉄板ですよね,ねだってオンラインサロンだけでさみんなそのただただ、ね、ウェブでなんかズームだけで話し合うだってやったところでなかなか出会えないんでリアルな場所があるところですねじゃあそれを踏まえて社会人サークルのメリットデメリットの話をしていきましょうかまずメリットですねまずは友達作りっていうねテーマがあったりするんで入りやすいですよねで女性もまあ友達いたらいいかなって感じでさらっと来たりしますあとは共通の趣味の異性と出会いやすいなんかあなたがねめちゃくちゃゲームが好き かねアニメが好きって言っても同じようにゲームやアニメが好きな女性だったりとかそういう趣味のね集まりだったりあるんでまあ自分のね弱みかなと思ってた趣味が強みに変わったりしますよねあとは幅広いジャンルの集まりがあるんで楽しいですね見てみてください本当にこんなのあるんだと思うし一緒に体験するから仲良くなりやすいですねなんかね体験系が多いんですね一緒にこれまるまるしようみたいななのでこういう部分ではすぐ仲良くなりやすいかなと思います逆にデメリットなんですけども友達っていう入り口だから恋愛に発展しづらいですよね女の子の子中でもでももすねどうしても最 最初に友達ホルダーに入れたら結構そっから恋愛ホルダーに発展することって少ないって言われてるんでなかなかそっちが難しいかもしれないだから恋愛目的でない異性も社会人サークルには多いですね例えばね料理教室っていったって彼氏のために来てたらどうしようもないじゃないですかなのでそういうね料理系とかってもうすでにいたりとかする女性がいたりするんでそういうことも含めて選び方っていうのは注意が必要ですであとポイントとしては簡単に安くみんなで集まれることもあるのでネットワークビジネス系愛保険の営業マン系もね比較的いたりするようですお茶会とかか言ってなんか要は自分 商品を売りりりたたい人が集ままっすする傾向にあります逆にね、そうじゃなくてもね、うまいこと恋愛関係に持ってったとしてもですね、このサークルの中で恋愛関係がうまくいかなくなると、そのサークルに居づらくなりますよね。もう学生の時もそうだったじゃないですか。なので、そういうデメリットもありますよねってことです。じゃあ、社会人サークルで、とある女性と出会って、デートまで行くっていう展開例をね、ちょっと考えてみました。まずね、サークル中にいきなりデートに誘うのは NG よね。失敗したらこのサークルに行づらくなるんでね。なので、どっちかっつったら、サークルの活動以外で少人数の別の集まりを 提案するというか分かりやすく言うと例えば英会話サークルでみんなで勉強してる最中に今度行きましょうよじゃなくて例えばグループが作られたとかさなんかチームができたとしたらこのチームでちょっと今度ご飯行きましょうよとかねちょっとサークル以外の別の少人数の集まりを提案するとあなたがいいなぁと思ってる位置の女性に直接誘いづらいんだったらそのサークル内でその女性と仲良さそうな女性友達を巻き込んでいくそういう風にして少人数での飲み会中に共通点を探してあそれ一緒なんですねって言ってねやっぱ少人数だとねやっぱ合コンスタイルが使えるんでいろいろ話をして共通して 点を探してて対1のデートに誘いいいやすすよっこことです、ね、ということででねう社会人サークルコミュニティについて次はですね会社の同僚ですねこれについて話をしていきますねずばり会社の同僚っていうのは社内恋愛ってことですよね社内恋愛で男女1000人にアンケートを取った結果ですね社内恋愛を経験したことがある人ってのは約6割ということで未だに社内恋愛っていうのは多かったりしますよねそれを踏まえて社内恋愛のメリットデメリットなんですけれどもメリットに関しては同じ職場という信用がありますねまあナンパなんても信用ゼロー ロじゃないですか当然さっき言った通り信用って強い仕事も恋愛も信用は超重要ですとで頻繁に出会える単純接触効果ってのありますねやっぱ営業マンをね何人かにつけて挨拶回りするのは単純接触効果を使ってます何回か会うとなんかこの人いいかもって思うってやつですねでまあ時間をかけてお互いを知れるわけですよ例えば最初の印象が悪くても取り返せるってこと何かさ例えば新入社員の女の子が来てね隣に座って自分は緊張しておどおどしちゃったとかねちょっといい振る舞いができなかったらこの場合マチコンとかさ婚活 パーーティーとかこれ終わわりなわけですよデートだったら終わりでもまた明日も会えたりとか頻繁に会えたりするんで最初の印象が悪くても別のことで取り返すことができるよねってことですよねメリットとしてはあとは飲みに誘いやすいですねまあ当然ですよね部下でも上司でも仕事の相談をきっかけに誘えますよねちょっとね仕事の相談聞いてほしいんですよっていうところだったりとかちょっと飲み行こうぜって言って共通の話題で話すことができますよねもう仕事同じ仕事をしてるってい共通項があるんで仕事をネタにきっかけを作りやすいですねで僕の事例っていうのがあるんですけども、まあ、僕はですねサラリーマン5年間やってたんですねお店 立ち上げるよよううな仕事をやっっててに全国飛び回ってたんですよもう神戸、大阪、広島、名古屋、北海道、京都、岡山とかね、福岡とかいろいろ行ってきたんですけども、その時、その時にですね、アルバイトさんとお付き合いしました。<laughs> まあだからね、簡単じゃないですか。簡単というか、例えばね、26歳の時にですね、神戸に行った時ですよ。もう神戸のね、女の子たちが30人ぐらい新規スタッフがいてですね、ね、一番可愛いなと思う子だったりとかね、なんかそういうことだったりとか、あとはまあサラリーマンの時、僕、秘書ですね。そう、秘書の女性とサラリーマンの時はお付き合いして、 ましたねまあ要は普段ね外では会えないような子も同じ職場ってことで会えたりするのでそれであなたがどういうパフォーマンスをするかによって意外と社外で会うよりもうまくいきやすいのは社内恋愛のメリットですよねじゃあ逆にデメリットはですねまあ攻め込むタイミングが難しいですよねなんかいつも一緒なんだけどもだからこそいつ攻め込めばいいのみたいな変な関係にもなりたくないよねとかあとは可愛い女性を狙えば狙うほど職場の未婚男性が全員ライバルになってくるっていう可能性もありますよねあととは同じ職場だからといって 接近が難しい場合もありますよねちょっと同じフロアなんだけど遠い子とかね同じフロアでも別部署にいるとか話すきっかけが少ない分かってんだけどなあそこにいる可愛い子分かってんだけどなみたいなチャンスが少なかったりするっていうのもデメリットだったりしますそれを踏まえて社内恋愛の成功法則なんですけれども1つ目社内ででのちょょっっととししした集ままりにには積極的に参加しましょうってことですね、まあ、上司っていうのはですねなんか例えば結構上の上司って可愛い女性社員を一緒に誘ってる場合が多いじゃないですか目の保養じゃないけどほんとね外ではモテないようなさおっさんじゃない 上司がさいるじゃないですか。おい、あの丸、ー、丸さ来週さ。 なんつってあ、あはい、大丈夫ですなんて言わせて、裏では、めんどくさーって思ってるような女性っていっぱいいるでしょまあ、そのね、オラオラ上司、外では持てないね、おっさん上司にそこらへんはお願いしとくって方法もあるんで、何かしら社内の集まりは積極的に参加したりとか、あとは、相手の仕事のトラブルなどをサポートしてあげる。これはいいですよね。まあ、ちょっとした気遣いってのが効果的なんですよ。なんかね、女性がちょっと重たい荷物をこうやってどっかにあげようとしてたりとかさ、そういう時に代わりにやってあげたりとか、何枚も何枚もコピーをしてた時に、この紙をね、もう切れたら、あ、これ使うとか ポロッと渡してあげたりとかねそこら辺のちょっとした気遣いっていうのは効果的かなと思いますただですね何よりも結局社内ででの評価を上げ続けることが一番いいんですよ女性からの尊敬が必要なんですねだってさっき僕が言った通おりその秘書とお付き合いしてたりだったりとかまあ全国のアルバイトの女性とねうまくいったりとかってポジショニングが成立してるじゃないですか僕は本当に芸人を卒業してからサラリーマンになって最初ほ手取り18万19万からスタートしたんですけど5年目で年収700万ぐらいになって部下500人ぐらいを束ねる西日本の責任者まで出世することが でできたんですよねそういう風になっていくとやっぱり社内でこの人すごい頑張ってる人っていう感じに映るじゃないですか当然ですけどなのでそういう女性からの尊敬が手に入れることができたらやっぱうまくいきやすいしで出世するといろんな部署に足を運べるようになるじゃないですか、ね、企画家とか何々かとかいきやすくなるんでやっぱりなんとか頑張ってですね社内でねうまくいきたければ社内での評価を上げ続けるもうこれに勝るものはないと思いますさあ残り3つこの今から言う3つが王道中の王道ですよここかからはねかなり具体的に話をしていきます ぜひ最後まで聞いててくださいね。マチコンです。そもそもね、マチコンのブームは10年以上前でしたね。一度に100人以上集まるのが当たり前で,で、マッチングアプリが流行る前ってのはね、マチコンがもう出会いの主流でしたよね。で、僕が教えてる男性メンバーも6年前はマチコンメインで彼女をめちゃくちゃ作ってましたね。よくね、男性メンバーと差しでね、面談してて、この後予定あるのって言ったら、今日はないです。よし、マチコン調べよう。みたいな感じで <laughs>。で、まあ、スタイリストもつけて、髪型服装を変えた後に、ね、彼らテンション上がるんですよ。その時に、はい、マチコン調べようぜ。って言って、 でほんとそれでマチコン行ってうまくいくっていうケース結構多かったですね昔で有名なマチコンサイトはマチコンジャパンとかパーティーパーティーとかお見かけとかねありますまあどこ行ってもあれですけどこの辺りのネームバリューとかちゃんと大きめのところ行っといた方が視覚的男性と女性の人数の差が大きくなかったりとかね、まあ、この辺り大事なのでちゃんと男女とも集まってるだろうところを目指しましょう今は小規模開催が多いのでほんとに行ったら女性2人しかいないとか合コンやみたいなことも、まあ、あることも覚悟しておいてくださいでもねまあやっぱ コロナも明けて今またねマチコン盛り上がり始めてますまあコロナの反動でねリアルの出会いの場所に行きたいっていう行動意欲っていうのは復活してますでそしてマッチングアプリはちょっとなっていうね、えー、思ってる女性っていうのは多いですそういう女性はマチコンにも流れやすいですあ,あなたもうなんかマッチングアプリって嫌だなとかなんか人によってはそうやってなんか漠然と思うことってあるじゃないですかそれと同じように思ってる女性もいるんでもしあなたがねそういう系だったら気が合う女性に会えるかもしれませんよねそれを踏まえてマチコンのメリットデメリットお話をしていきましょうまずメリットですねでたくさんの、ねジャン があって、ね、選択肢が豊富なんでいろんなところに行けます。で、一度に複数の女性と出会えますよね、当然ですけど。で、合コンと違ってですね、出会った女性全員にデートに誘えるっていう、このメリットも結構押さえておいてください。やっぱさ、合コンで3対3だとしても、3人とも女性がつながってたら、全員にデート誘うと、え、なんかさ、A 君がさ、誘ってきた。うわ、みんな誘ってんだね、ダメだね、やめとこう。みたいな感じで、3当を追うものは一頭も追えずになるんですよ。でも、待ち込んでさ、ほとんどみんな初めましてだったりする。ねもちろんね、友達同士で来てる場合はあるんだけども、 5人の女性と会えたら全員と誘えるわけじゃないですか。めちゃくちゃ良くないですか。で、連絡先交換がしやすいんですね。要は、連絡先交換タイムですとか言ってくれる人もいるし、まあ、そもそも出会いを目的にしてるんで、連絡先交換しましょうって別に嫌がらないし、女の子もブロックすればいいやと思ってるんで、自然と連絡先っていうのは交換しやすいです。なので、デートに誘いやすいですね。そう。デートに誘いやすいポイントとしてはですね、共通点を見つけやすいからです。なんで見つけやすいかっていうと、マチコンってね、自己紹介カードみたいなのがあって、行きたい場所とかね、わざわざね、マチコンのね、業者さんがね、会話が盛り上がるように、そういうカードを用意 くれてるんでですすよよありがたいですよねそれをもとに会話ができるんで会話が苦手な人も比較的うまくいくし共通でああ一緒ですねって行きやすいってことですねもうすでにね待チコンでね会ってるから次は1対1で誘いやすいんですよ普通にね待チコンでみんなで会ってまたみんなで飲みましょうよりあ今度じゃあ2人で行きましょうかって自然な流れじゃないですかなので次のデート1対1誘いやすいよってことですねそしてライバルが少なくて穴場感があるってことですね要は今マッチングアプリが主流だからあんまりみんな待チコンにねギラギラしていかないんですねだから敵が弱いってことですね いかもしれません。 そしてメリットとしては二次会に誘いやすいっていうメリットがあります出会いがね目的のためですね待ち込んで出会い合わせることが目的なんでまともな料理っていうのは基本出てこないですもちろん料理目的に女性が来てるわけじゃないのでわーって結構盛り上がってくると2時間ぐらいいろんな人と喋ると誰だって疲れるし楽しいんだけどお腹が減ったりするんで気分が盛り上がって小腹がすきやすかったりするんですねだからちょっとお腹空いたなーみたいなところがあるんでなんかちょっと軽くご飯食べいきましょうよーだったりとか二次会に誘いやすいっていうメリットがありますで見た目やスペック以外で勝負できる っってていうううのはどういうことかっていうとかアプリならそもそも会えなかったりする要はマッチングアプリこれから説明しますけどどうしてもねマッチングアプリって顔の写真とその人のプロフィールとかスペックとかさ全部見られるわけですよでもマチコンって要は女の子だって誰が来るか分かんなくて来るわけじゃないですかだから見た目やスペック以外で勝負することができるのでもしあなたがね会った時は俺強いんだよねとかそんなに給料が高くないけどコミュニケーションは得意なんだよだったりとか何かしら違うところでね勝負できるってことですねそしてあとはですねメリットとしては恋活婚活仲間要は男性 のねね仲間がでできたりすするんですよ、ね、結構初めましての男性と仲良くなるケースがあってその男性とかと一緒に別の合コンを開いたりできるんでまあ恋活婚活仲間を作るっていうのはかなりいいですよねもちろんですね男性だけでなくて女性とも仲良くなってさっき言った通り別の合コンを開いたりできますよねじゃあ逆に合コンのデメリットは何かっていうとですね1回の参加費が意外にじわるっていうね、まあ、地方とかだとね安かったりするんですけど5000円とか8000円とかね昔はねあったんですよあのアニメ婚とかねアニメが好きな男性 性女性集まねえなんつって、ね、やっぱりね男性がすぐ埋まるからねマチコン業者もね8500円とかね9000円とかね結構な金額取ったりするんですよねなので結構じわるでマッチングアプリとかだったらさ1ヶ月4000円とかでいいわけですよでマチコンって1回5000から8000円ってことなんで意外とじわるよねで次のデメリットとしては年齢制限があるってことですね30代後半から急にチャンスが減ります特に40代になってくるとあれもうマチコン行くとこなくねとかそんな状況になったりしますであとは見た目以外で引き付ける会話力が必要ですよねだから普段会えないような こと会えるんだけれどもでも見た目は自分に自信がなくてもそれ以外何か知らないと見た目も会話もなくてすいません何もねーすってなっても見えなじゃないですかあとは身だし並みレベルが低いとアウト 初めて会ったときって、もうメラビアンの法則っていうのがあって、何を話すかっていうよりも、その人の見た目でほとんどの人が判断するわけですよね。パッと見た印象で、なんか清潔感があったりとか、おしゃれだなって思わせないと、他の男性と比較されて、うーんってなっちゃうんですよね。なので、髪型や服のセンスってところはかなり見られます。カジュアルすぎは NG なんですよね、カジュアルすぎ。まあ、後でまた説明しますね。あとは、口臭や大衆ってところも気にしのかなきゃいけません。まあ、直接会うんでね、結構距離が近かったりとかするんで、そういうところは気をつけなきゃいけないポイントです。ということで、じゃあ、 じゃあ次はですね、マチコン必勝法10選ご用意してきました。ドカンと。まず1つ目ですね。マチコン業者にね、事前に連絡しましょうねってことです。これどういうことかっていうとですね、男女比のチェックですね。結構、もう本当ね、ちょっと悪手のね、うん、なんかもうとりあえず儲かればいいやと思っているマチコン会社さんとかって、ただただ男を大量に呼んで、男女比率がめちゃくちゃ差があったりするんですよね。なので、事前に連絡して、すいませんって、今何人ぐらいいるんですかって、それ次第で行こうか考えててとかさ、上手にリアルな人 を把握するっていうのは大事ですねで2つ目さっき言った通りカジュアルではなく綺麗め中心のファッションでいきましょうということですね綺麗めとカジュアルっていうのはシンプルにトレーナーとかってカジュアルじゃないですか でジャケットはきれいめじゃないですか。みたいな感じで、ちょっとジャケット羽織ったりとか、まあ、詳しくはね、まあ、概要欄にある人生逆転3ステップの僕の特別講義動画があるんで、そのファッション編がね、まず最初、1つ目のステップでファッションなんで、これぜひね、見てもらうと、きれいめって何なのか、マチコンに行く服装ってどういう服がいいのかってね、一発でわかるんで、ぜひ参考にしてみてください。で、3つ目の必勝法は、事前にマチコン会場の周辺をチェックするってことですね。僕はよく言ってましたね、もう1時間以上前からマチコンの、ね、会場の近くに来てですね、2次会の店を候補探しておくんですね。ぐるぐる,ぐる,ぐる回ってる。 あここイタリアンかとか何時からやってるのかなみたいな感じで営業時間とか料理のジャンルね今日の町コンで出る料理が和風とかイタリアンとか何かに合わせて違うものをんかねえかなとかね物色したりとかですね営業時間とかちゃんと注意してあらそうだとか,とか注意してねなんかいろいろ回ったりとかねしてましたあとはやっぱし昼のね町コンとかでアイドルタイムの3時から5時ぐらいのお店がやってるかどうかってね2次会のお店大事なのでそういうとこもちゃんと見たりとかしてましたねカフェ行って満席だったらかっこ悪いんでとかいろいろ考えて事前にチェックするとかですねで 四つ目はままず明るいいテンンンシショョリアクションでできましょうってことなんですよやっぱり街コンっていうのはもう初めましてなんで最初の明るい印象明るいテンションリアクションがすごい重要です相手の話をちゃんとリアクションすることだったりとかね声のトーンをちょっと上げるとかねまあ詳しくは僕の「童貞の賞賛」っていうね本があるんですけどそこの中に「川瀬流トーク8000」っていう僕が今まで芸人時代とかサラリーマンで部下500人をまとめてきた時代とかでカンボジアで4年間起業してきた時代いろんな国の人と会ってたっていうねそういう今までの僕の 人生の中で大事だと思うコミュニケーションを8つにまとめたものがあってそのうちの1つ目が。 テンンンシショョリアクションなんですねだからこれを外して他が成功しないんでぜひこのテンションリアクションってことは意識してください詳しくは本にも書いてありますしまた他の動画でもね、えー、解説したいと思いますそして5つ目まず何よよりも共通点を探そうってことなんですよやっぱり初めましての女性なんで何か1個でもねいろんな話をするより1つの話題をすることがよくてじゃあ共通点がない場合どうするかっていうとなんとか合わせにいくんですね共通点探し合わせってありますけどこの共通点探し合わせっていうのもさっき言った童貞の翔賛のかわせるトーク 合わせるの一つです要は今あなた YouTube 見てますよねあ僕も YouTube よく見てます今僕あなたと共通点ありましたよねなんかそんな感じで簡単に共通点と合わすことができますだからマチコンとかなんかこういう自己紹介シートとかさお互いこうやって入れ替えてそれを見ながら会話とかできるんですけどここで一つ共通点合わせのねポイントを言うとデートで行きたい場所とかで書くような項目がある時に僕の統計結果だと結構水族館とか書く女性って多かったんですよだからここを自分が行きたいとこを書くんじゃなくて女性が が書きたいことを書くっていうのが共通点合わせなので僕はよーく水族館って書いてましたよ別に行きたくないよ <laughs> 正直どうでもいいよ <laughs> どうでもいいや言い過ぎだけどで水族館って書いとくことによっておお一緒じゃんって <laughs> 水族館一緒じゃんってよくやってましたあー本ほんとだーみたいない行こうよ行こうよつってでそんな感じで共通点を自分から合わせて親近感を持ってで水族館に行くみたいな。 こともやってましたねで次ですね、合コン必勝法6つ目は、会話よりもテーブルケアですね。もちろん会話は大事なんですけども、やっぱ合コンの時にも言った通り、気遣いとか気配りですよね。視野の広さってのを女性見てますよ。余裕があるかどうか、あなたの器を判断されるので、本当にですね、テーブルケアっていうのは気にしましょう。いやよく見てくれてるなと思うので、要は何を見ればいいかっていうと、まずはドリンクですよね。相手のドリンクがない場合があるじゃないですか。なんで、勝手にドリンクを持ってくるっていう戦略、これの必勝法もね、お伝えしたいと思うんですけども。 要はねいいいいいいちいちお伺立てない方がいいんですよ次何飲みますか持ってきましょうかだとあ大丈夫です自分で行きますってなっちゃってあではって <laughs> さよならしちゃうじゃないですかなので自分のドリンクを持ってくるタイミングで一緒に持ってきちゃうとかねそういう方法もありますし他の男性からその女性を奪えるっていう方法もありますそれどういうことかっていうとこれも僕の過去の事例なんですけれどもなんかやっぱりね一人の女性がすごい人気でですねオラオラの男性がねその女性に積極的に話をしてきたんですねでももまあなんか僕もその女性と話を したいなぁと思ってですね何かチャンスないかなって伺ってたんですそうしたらですね女性も男性も飲み物がなかったんですよね飲み物が女性もない状態でもう10分十分話してたんですよ可哀想だなと思ってで、僕ここでですね為替流なんですけど女性の飲んでるものを勝手に持ってきたんですよまあ色的にカスオレンジだなと思ったんでカスオレンジを持ってただここが為替なんですけどね自慢なんですけども僕はですね積極的に話せる男性の飲み物を持ってってあげたんですよ やばくないですか今でも俺やべえなと思いますけどねなので積極的に話してる男性僕はこの男性からこの女性を取りたいんですけどそういう発想じゃないんですねあえてですよもう余裕をかまして女性の分のドリンクと、ね、よく頑張って話してる男性の分を持ってってあげて2人なんか楽しそうに話してたけど飲み物なかったんで持ってきちゃいましたなんつってねで自分の飲み物を持ってって3人で話しましょうみたいな感じになると女性はともかく男性もなんだよもう来んなよってならないじゃないですかだって自分のドリンク持ってきてくれたしそもそもうわやべえ俺目の前の女性のドリンク気づいてなかった っていうちょっと僕に引け目を感じるというか何かやばいやられたなってでも無限にできないなみたいなこんな感じがあるじゃないですか女性も女性でやっぱ新しくね僕みたいに差し色が入ってくるとですねっホッとするというかね飲み物もなかったし飲みたかったしなんかちょっと窮屈な感じにしたからってので要は僕がヒーローみたいな感じになるわけですよそうすると女性はですね僕の方に積極的に話をしてくれてでそれでうまくいったケースもあったりしますんでこういう勝手にドリンク持ってくる戦略っていうのはめちゃくちゃいいです次ですね8つ目の必勝法は吊り橋効果を狙うどういうことかっていうと 素敵な女性っってててのは早めに声をかけておきましょうねってこんで,で,でかっていうとお互い緊張感がある状態を狙えるからですね要は街コンとか行った時に例えばフリータイムみたいな感じでそれぞれみんな好きなとこ行きましょうって場合もあるしいろんな場合があると思うんですけどもみんななかなかですね盛り上がった後じゃないと可愛い子に行けないとかいうものがあったりするんですけどいいなと思うほど早めに話しておくとお互い緊張感があるじゃないですかあ初はじめましてみたいなだからそのフレッシュ感があるんであっちも自分のことを無限にしないしちゃんとまともに話すしでもなんか緊張感がある この要は、お互いドキドキしてることを味わうという、つり橋効果が発生するんです。よねポイントはですね、最初の方に緊張感のある状態で、いいなと思う女性と話をしておいた後ですね、最後、はい、もうそろそろ最後ですね、みたいな空気感、待ちンがもう終わりかけの時にですね、最初に話した相手に最後にも話しに行くんですね。上手に話しに行くわけですよ。例えばね、どう楽しめましたなんつってね、最初に話しましたよね、って覚えてますかなんて、もう記憶から消えてませんなんて言いながら、いや、でもさ、いろんな女性いたよ、楽しかったよ、僕も、っつって。でもね、まるちゃんが一番話しやすかったな、みたいそんな。 話をされたたとととしししら女性の気持ちちどうですすかちょっっキュンとしますしやっぱり吊り橋効果が引っ張ってきてしかも最後に来てくれてるんでこの後に繋がりやすいっていことですよねぜひ狙ってみてください次9個目の必勝法は連絡先交換タイムを待たないってことですねこれどういうことかっていうと盛り上がった時に連絡先って交換しましょうってことですね例えば共通点があってそれめちゃくちゃいいよねーっつってあちょっと忘れないうちに連絡先交換しときましょうよとか先に提案するんですねこれも差別化なんですねかっっこ悪いい男性がやることとてて何かっていうと 誓いの、ね、方がね「はいでは連絡先交換タイムです」って言った時に「おなんか連絡先交換タイムみたいですねじゃあとりあえず」みたいな <laughs>。 <laughs> そういうやつダサすぎませんマジで本当は心から連絡先交換したいのになんか連絡先交換って言われてるんでしましょうかみたいなこういうダサい男になっちゃダメだよね僕のね見てくれてる人はね絶対そういう風になってほしくないんでねあえて他と男性と違うことをやりましょうそして最後あえて二次会には行かないこれね重要なんですよそう二次会行きやすい行きやすいって言ってたけどどういうことかっていうとですねやっぱりね恋の緊張感ってね残しといた方がいいんですよねよくあるんですよ二次会までガッツリ行ってねカラオケまで行ってきましたってなった場合っていうのはもうねあなたに対してお腹な いいっぱいになっっっててももううななななんんんかか緊張感も外れれちちゃゃででででですすすねね中いい友達とよよこれマジのでできればですねこういうね吊り橋効果でね女性と狙っといて次2次会にこの後行こうよじゃなくていい緊張感を保ったまま後日のデートに誘うってのが必勝法ですねこれねほとんどの男性はね本当に短期目線でさ目の前のことしか見てないからあなたは大丈夫ですよね長期的に見てみますよね長期的に見ることができたらさやっぱりあえてガツガツ行かずに余裕かましてつ 次に繋げるこんなスマートなね男になっていきましょうよ。 ということでマッチコン話をしてきました。さあ、来ました。お待たせしました。マッチングアプリですね。マッチングアプリは今、もう本当にやらないと損になってきます。説明していきます。今、出会いの主流は、ズバリマッチングアプリになっております。で、アメリカではですね、カップルの半分はマッチングアプリで出会ったとも言われてます。やっぱりね、アメリカの方がね、日本よりも何年も早いって言うじゃないですか。で、既に日本はですね、5人に1人はもう使ったことがあるっていう、もう20%の人が使ってる。結構すごいです。これ、どん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 もっと増えてきますし、2021年にね、結婚した方の49%が、 こういう何かしらの婚活婚活サービスを使用して結婚したというデータがあります。なので、これからどんどん増えるんで、マッチングアプリやらないと50、50%の確率を失うものだと、そのぐらい思ってくださいね。なので、ぜひ、まだやってない人はやってください。ただ、やってる人もいると思うんですけども、なかなかうまくいかないのも現実。このあたりも後で話しますが、先にですね、初めての人もいると思うんで、マッチングアプリのメリット、デメリットを話をしていきます。メリットはね、会員数が多くて出会える確率が高いってことなんですね。マッチングアプリとか、ペアーズさんとかって有名ですけど、会員登録者数、 1000万人とかやばないいすすすげえ数いままよねで即日でも会えますちょっと上級編なんですけども例えば僕が東京からね新潟に出張行こうっていう時に新幹線2時間の間にですね新潟の女性とマッチしてですねその後新潟でご飯食べたこととかあります <laughs> すごくないですかであとはですね需要や年代に応じたマッチングアプリがあるんですね要はあなたが30代40代とかだったら例えばですけども U ブライトさんとかマリッシュさんとかねあとは逆に若い子がやるタップルさんとかウィズさん とかはどっちかっつったら30代40代以上はなかなか不向きだったりとかそういう話もあるんで結構あなたの年代だったりとかあなたの住んでる場所によってもですねマッチングアプリの選び方っていうのはありますメリットとしては最後会う前から相手のことが分かるってことですよねもちろん相手の写真が分かるのでどんな顔なのか分かりますけどそもそも相手のプロフィール何が趣味でとかどんな仕事しててとかねどんな男性が好きなのかとか全部書いてあるんですよ分かりやすくないですかそれがあるからデートの時にその話をすればいいんです言ってしまえばさっきのマチコンの自己紹介カードじゃないけども事前に相手の 味思考ががわかるんでで会話が持ってきやすいです、ね、いじゃあそんなマッチングアプリのデメリットは何かっていうとですね男性はねやっぱねさっき言った通り普通にやっても苦戦するんですよだって男性の方が多いんでユーザーがめちゃくちゃ多いんですよざっくり言うとですね1人の女性を100人の男性が追っかけるみたいな例えば女性って月にまあ、4回はデートするとしましょうそうするとですね100分の4ぐらいに男性の中の100人中4人に入らないとデートに行けない感覚そんな感じで女性の取り合いになるんですよねやっぱりマッチングアプリも上場してる会社が多いんですよねなんでそれをやるかっていうと儲かるからなんです、ね、儲かとう儲 かかっっってていいいうと男性ががお金を払ってくるる人がいっぱいいるからですねなんでいっぱいいるかっていうとうまくいかない人がいっぱいいるからですよねうまくいかない人でマッチングアプリは会社を運営されてるわけですまあ、そういういい嫌なな言い方じゃなくて、ね、だから僕らはできればうまく早めに彼女を作って会費をね少なく抑えるように持っていきたいじゃないですか。 で、あとはですね、写真やスペックで判断されやすいので、例えば年収が低いとか、身長が低いとか、顔がっこ悪いとか、そういう人って、どうしても女性によっては選ばれたりしますよね。なので、結構、自分の顔に自信がないとか、自分の給料だったりとか、自分の身体的なものにね、魅力がなかったりすると思ってるんだったら、なかなかこういうのは難しかったりしますし、メッセージが苦手な人ってのは難しいですね。LINE のやり取りが苦手とかね、人はですね、なかなかマッチングアプリうまくいかないんで、まあ、詳しくは過去のね、僕の LINE のね、LINE 術の話、動画、 みっちり話をしてますんでそれ見てみてくださいやっぱね一部ですね変な勧誘してくる女性もいるのも事実ですねマチコンも昔ねそういう勧誘めちゃくちゃ多かったんですよだから人が集まるとこにそういうさネットワークビジネスとか保険とかねそっち系入ってくるので変な勧誘してくる女性もいるのも事実ですとそんなデメリットがありますさあそれを踏まえてですねマッチングアプリの攻略をお話をしていきましょうでズバリですねこれだけ覚えておいてくださいねマッチングアプリではあなたが商品なんですあななたが商品なのででもう写真やプロフィール,でしかアピール アピールできない今日はあなたがコンビニ行った時にさひっくり返ってる弁当と表向いてる弁当ってどっち買いますかいやいや川さん愚問はやめろよってなるじゃないですかでもその愚問はやめろよっていう,うような人が自分の写真とか自分のプロフィールを商品価値が高いものにしてない人が多かったりしませんかってことなんですよねだって写真とかプロフィールでしかアピールできないんですよまだ食べられてないんですよだから弁当と一緒じゃないですかおい、まあ、しそうだなって見せなきゃいけないってことあなたの写真あなたのプロフィールは女性からおいしそうに見えてるっていうことなんですよ でいかにねだからこそ自分という商品価値を高められるかっていうのが重要で逆にうまくいかない人のマッチングアプリの特徴は自分の、ね、ブログを書いてるみたいになってるんですよねたら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 ですねちなみに僕の趣味は釣りで釣りはですね週に1回は行ってですね好きなのは海釣りですね やっぱりね、釣った時の快感が保らないっすね。あと結構ね、アニメが好きなんで、なんつってね。いやいや、ブログは他でやってくれって話じゃないですか。相手がそれを見てどう思うのかって、自分がやっぱ思えなきゃいけないですね。女性目線を持たなきゃいけないってことですね。ちょっと今日は時間もないので、本当はもっといっぱいあるんですけど、女性が思わず選んじゃう写真っていうのをね、今日はちょっとお伝えしたいんですけども、はい、見えてますかね。女性100人に聞きました。思わずいいねししゃ、プログ写真5000。1つ目、ペットと一緒に他殺で自然な笑顔。2つ目、こう。 ななど野外で多殺の自然な笑顔3つ目、人との会話の他殺で自然な笑顔で。4つ目、スポーツ中の姿。5つ目、仕事のプレゼン中の姿。まず、ここを簡単に説明しますね。要は、女性がいいなぁと思う写真なわけですで。ここの特徴はですね、1、2、3、ここに書いてある他殺なんです。要はですね、1から5全てですね、誰かに撮ってもらってくださいねってこと。要は、自画撮りは絶対にアウトだよってこと。これだけ覚えておいてほしいのと、あとは、ペットと一緒。だから、母さん、ペット買えばいいんですか <laughs> 全然ないですよ。ペットと一緒で自然な笑顔だと、女性は思わず でいいねしちゃう傾向にあるよもちろんペットいなくてもいいですよ、まあ、そういうふうに女性は見てるよってことですよあとは公園とか野外での他殺なんか夜の空気感よりも昼明るいところで写真撮ってた方がいいよってことなんですねじゃあ雰囲気イケメンになるメイン写真6000ってことでじゃあいや自分はイケメンじゃないよっていう人もですねわすよりはイケメンだぜみたいなそういう人もいるわけじゃないですかそういう人はどういう写真にすればいいかっていうとまずは上半身で満面の笑みこの2番がめちゃくちゃ重要そして日中の写真で野外で撮ってくださいそして斜めの画角 これ目標面でしょ斜め微妙かか <laughs> なんか斜め系って多いじゃないですかちょっとなんかね斜めの方がかっこよく映るんですよねそして清潔感この6つを押さえておかなきゃいけないよってこと、まあ、僕らもねうちの男性メンバーにはですねまず服装を変えて髪型を変えてで写真もこっちで撮ってあげてますでそういうふうにしてベストな写真を撮ってマッチングアプリに臨んでますなんで確率が高いんですよねで今までねマッチングアプリの攻略を話をしてきましたがマッチングアプリってかなり奥が深くてですねちょっとですね,今日はね時 もう長くなってきてきるので毎月1回ね、マッチングアプリの完全攻略勉強会っていうのをね、開いていたりしますので、その勉強会はですね、僕のね、公式 LINE から案内したりしてるんで、概要欄の僕の公式 LINE 登録しておいてください。また何かしらのね、YouTube の限定ライブだったりとか、Zoom でできるオンラインのね、勉強会だったりとかもね、たまに開催してるんで、まあ、LINE だけ登録して待っててください。そして、せっかくね、ここまでね、最後の方までね、見てくれてますんで、ここまで見てくれた方にとっておきということで、マッチングアプリの実践極秘マニュアルって ってのをねプレゼントしちゃうかなと思ってます今ここでも話したいんですけど、正直ですね、PDF31 ページもあって、これ話してるだけ多分5時間いきます。なかなかですね、前回もですね、2時間の男宮焼き20銭撮った時に、正直撮影時間3時間半でクソハードだったんで、これやると僕ね、10時間ぐらい撮影しなきゃいけないんで、勘弁してください。<laughs> 勘弁して。<laughs> なのでちょっと資料をプレゼントします。なので、僕のね、概要欄に公式 LINE の URL 貼っとくんで、その概要欄の公式 LINE に登録した後に、LINE で一言、 アプリマニュアルって間違えずによカッコいらないですよ。カタカナでアプリマニュアルマニュアルだよ。マニュアルじゃ届かないんだけどアプリマニュアルね。これスクショし理おいてね。俺の言葉を入力してポッと送ってください。そしたら自動的にマッチングアプリ実践極秘マニュアルが届くように設定しておきますが正直これが見るのがちょっとね視聴から1年以上遅れたりしたらもしかしたらもう見れなくなってるかもしれませんので早いうちにどうぞと。ということでマッチングアプリは以上にして最後ですね。結婚相談所ですね。特に今これ見てる人たちが30代、40代、50代以上だったらこの 結婚相談所っていや、カオさん、結婚相談所って、てんてんてんっていう、なんか、ちょっとした、なんか、偏見あると思うんで、そこをちょっとね、あの変えてほしいんで、ぜひ聞いてくださいね。はい、じゃあですね、結婚相談所のメリット、デメリットからね、話をしていきましょうか。メリットは、まず、ズバリ結婚相談所なので、結婚願望が高い女性がたくさんいるんです。てか、むしろそんな女性しかいないですよね。あんましね、私ね、結婚するつもりないんですけど、登録しときますみたいなことしないんです。なんでかっていうと、女性、お金払ってるんで、そんな適当な感じで、女性はお金払いません。 シビアなんでねでなので要は結婚がしたいってことはなんか別に恋愛したいってわけじゃないんですよ。なんかキュンキュンしたいってわけじゃないんですよ家族を持ちたいんですよ。 結婚したいんですよだから、新たに恋愛経験がなくてもいいんですよ。別にそこを求めてないんです、正直な話、女性が。なんで、ね、出会って結構1年後に結婚する人が多かったりするんですね。まあ、これはね、大手結婚相談所のサイトとか見ると結構そういうふうに書いてますけど、これも事実です。僕らも本当にそうですね。うちのメンバーたちもそういう傾向にあります。そしてメリットの2つ目は、コードがついてます。まあ、今はね、ナコードなしのオンライン系とかあるんですけども、まあ、基本的にはナコードがいます。で、ナコードさんがいると何がいいかっていうと、例えばマッチングアプリとかだと、自分でセッティングしなきゃいけないんですよ。ね、これが大変なんですよね。 マッチしましまつったらメッセージどうしようとかでデートで誘おうとかね難しいんですよでやっぱしドタキャン食らったりとか実際行けなくなったとか途中でメッセージが通かなくなったとかいっぱいあるんですよねそれが間全部ナコードがやってくれてるんで安心だしあとは何でも相談できるっていう安心感があります例えばマッチングアプリだったらあなたと相手しかいなくて相手がどう思ってるかって誰にも分かんないじゃないですか相手が正直に言ってくれなきゃでも結婚相談だったらあなたとその女性のそれぞれに仲人がいるんですそれぞれの仲人はつながって会話することができるわけです なので、例えば上手にちょっと英子ちゃんとお見合いに行ったんですけど、僕はいいなと思ってるんですけど、相手どう思ってるんですかねとか、そういう話だったりとか、今ちょっとプロポーズ考えてるんですけどとかね、今の状態だったりを上手にやんわりね、相手の仲人に聞けることができるんで、そういう部分でもね、効果的ですよね。そして意外と知られてないんですけど、結婚相談所って交際、お付き合いが何人ともできるんです、どういうことやねんっていうのは、これは後で説明しますね。そして、独身証明書を出しているので安心なわけですよ。マッチングアプリのように危なないいい勧誘もほぼとと思ってくださいコードがちゃんと ついてて独身証明書ちゃんと出してるんでその状態で何か営業してくるってよっぽどないですねその安心感はありますプラスもう1個のメリットは女性の方が登録してるってことなんですよマッチングアプリは男性の方が多いですでも結婚相談所は女性の方が多いここに狙い目だと思ってほしいんですよねそんな結婚相談所にも、ね、もちろんデメリットはありますねズバリお金がかかりますよねそう入会金月謝性婚料とかね色々いろいろかかってきますまあ僕がやってるね結婚相談所は性婚料ゼロにしてますけどね最近もね性婚料ゼロにするってとこもまあ 増えてきてきはいますよねただね成婚料ないと稼げないとかね思ってるような仲人さんもいるので、まあ、つけてるところもまだまだあるかなというところですね初回で恋愛の話を NG っていうねねルルールがあります、ね、なんかねそこがちょっとねお見合いいががくななってしまいがちなんですよねそう例えばマッチングアップとかのデートだったら僕がメンバーに教えてるのはやっぱ最初は恋愛トークをしなきゃいけないんですよ初回から異性として見てもらうために恋愛トークをしなきゃっていうね話をするんですけれどもただお見合いだとですねいきなしちょっと恋愛恋愛の話をしちゃいけないっていう ちょっとしたルールがあったりするんで硬くなってしまいがちだっていうことですねそしてマッチングアプリと比べると母数が少ないさっき僕ねマッチングアプリのペアーズさんで1000万人とか言いましたけど実際ね結婚相談所の大手の結婚相談所でも一番大きいところでもまあたい78万人ですよ1000万人と8万人ね <laughs> わかります全然違いますよねなので母数は少ないかなとあとはデメリットとしてはマッチングアプリと同様ですね写真とプロフィールで判断されやすいしまあ写真はねちょっとプロに撮ってもらってスーツ着てさポクって なるんで男ってそんなにも顔を重視されないからそれより以上にスペックで判断されやすいですよね結構だからもうベタに年収で見られやすいんですよどうしても特に40代50代以上で結婚相談所で年収が300万とかだと結構。 こう厳しいですよねだから女性もそれでも会いたいと思うネタがないじゃないですかだってプロフィールしかわかんない写真しかわかんないんでだからそこのデメリットはありますよね正直ねそんな結婚相談所なんですけどね結婚相談所の流れ初めての人も多いと思うんで簡単に流れを説明しておくとですね要は結婚相談所サイトにそれぞれ登録するとしますよねあなたも結婚相談所に登録してますでそしてですね結婚相談所連盟っていうのがあるんで要は男女78万人たちがですね、えー、同じサイトに集まってるわけですよであなたがいいなぁと思う にお見合いの申請ボタンを押しますこの人とお見合いしたいです。見事あっちもお見合いしてもいいよってなったらお見合い成立します。で、いざお見合いをします。この間の取り次ぎはナコードがしてくれたりしますよね。で、いざお見合いに行って、1時間ぐらいカフェでいたい話します。で、1時間とかね、カフェで話した後に、終わった後にですね、ナコードに、今の女の子と今日会った女の子と次も会いたいです。仮交際したいです。いういう風にして、相手も同じくあなたともう一回会いたいですってなったらですね、仮交際っていうのが成立するんです。お互い希望した場合。これがいわゆる何人としてもいい。 っていう仮交際状態なんですね仮交際して後に真剣交際を申し込むんですあなたと真剣に 結婚前提にお付き合いさ,せてくださいっていうのが親権交際で親権交際をしてる最中要はこれこそまさに彼氏彼女みたいな存在そしてプロポーズしていざ OK もらったら成婚大会ということになるということですねじゃあ今出たこの仮交際とか親権交際もう少し、えー、深掘っていきましょうか仮交際親権交際についてまず仮交際っていうのはですねマッチングアプリで言うならまあデートを重ねてる状態ですよ仮交際要はまた会いましょうねみたいな軽い感じですよ要はお見合いして次のデートに繋がったぐらいの感覚なんですね、まあ、うちのメンバー たちは98%が仮交際行ってたのでうまいこと行けばですねまた会ってくれる、まあ、仮交際は可能なんですねなので複数の女性と仮交際 OK こういうルールなのであなたが別に10人20人30人とか仮交際したっていいんですね女性だってやってる可能性あるしただ仮交際から上手に真剣交際まで持っていかなきゃいけないわけですよなので仮交際をしながら3ヶ月かけて1人に絞っていきましょうっていうちょっとしたイメージを持ってくださいで1人に絞ってってその1人に真剣交際の希望を伝えますそんな告白をしますで 交際がスタートしたまたこれもですね3ヶ月後ぐらいかなそれに向かってプロポーズをしていくみたいな結構本当にお見合いから早くて半年で結婚っていうのはまあ世の中の中での傾向でそんなに早いめちゃくちゃすごいっていわけでもないぐらいなんですねこのぐらいの感覚で例えばやっぱり結婚さんの連盟としてもある程度の決まりがあったりとかこんなイメージで結婚まで進めてくださいねみたいなのあるわけですよそんな漠然としたルールがあるのでこれを覚えておくといいですね来年には結婚してたいなっていう人だったりとかそういう人はですね恋愛をね育んね ででお付き合いをししてととかかかそれ結婚る少時間りますよねこれもちゃんとした数字なんですけどもまあ年代にもよりますけど大体の平均値ですね何の平均値かっていうとお付き合いをしてから結婚までの平均期間っていうのは2年ぐらいっていの平均なんですね若ければ若いほどこれが長くなりますそうなるとあなたが1年後に結婚したいってなるとまともにお付き合いしてマッチングアプリとかマチコンとかで会ってだと、まあ、平均2年かかる例えば僕の場合も2年かかってるんで今29歳のパートナーいますけど2年かかってそういう関係になったのでなかなかですね本当にに来年には 結結婚婚したとととととか、か今年中ににはは思思っっててていいいいいるる人は結婚相談所っていうのを考えみなうますとさあ、ということで、ちょっとまとめていきましょうか。今日は合婚、合コン、相席やナンパ、社会人サークルやコミュニティ、会社の同僚、マチコン、婚活パーティー、マッチングアプリ、結婚相談所、この8つについてね、話をしていきました。ぜひですね、もう一度もう一回ね、チャプターで分けてますので、これから行くってなった時は、それぞれのチャプターから見てですね、それぞれの攻略法だったり、メリット、デメリット確認して、ぜひチャレンジしてほしいなと思います。 そして最後に今言った出会いの場所に行く上で絶対にね抑えておくべきことってのを最後をお伝えしますそれはズバリですね最低限以上の身だしなみですね特に30代40代の男性はこれからね恋活婚活を頑張るってなると他の男性とこういうところで差別化しないとなかなか選んでもらえなかったりするわけですよなので毎日の美意識の習慣をつけてほしいですね身だしなみとか清潔感っていうのは美意識の追求から生まれてきます女性も美しい人って全部トータル的に美しいじゃないですかそれは美意識の高さなんですねそして毎日の美意識 の習慣ということとでずらっとありますけどここは全部押さえてほしいなと思います。毎日、整髪料をつける。で毎日、肌のケア、保湿、日焼け止め。肌がちょっと傷んでるとかね。ちょっとニキビとか肌が荒れてるんだったら皮膚科行ったり。毎日、ですね眉のケア、ひげ、鼻毛、耳毛、無駄毛処理をしましょうで。週に3回は爪を切りましょう。毎食後に歯磨き、歯のフロスですね。口臭の原因は歯のフロスやってないことが原因だったりします。であとはアイロンがけ、もうシャツやパンツ、アイロンがけは鉄板です。で襟元などののみととかねあとは服の汚れ ははは絶対ないいようににそしししててて靴の汚れれ常にチェックしてくださいおしゃれは足足元元からですす女性は足元見てます水と結落ち組んでね例えばスニーカーの脇とかの汚れとかってすごい綺麗に取れますんでぜひやってみてくださいズバリあとは同じ靴を履き続けないでください靴にお金をかけない男性って比較的多いですよねでもねプライベートの時と仕事の時と同じような革靴履いてたらもうによって仕方ないし靴もすぐ終わっちゃうしもう本当にいいことないので3足4足5足とね靴ってのは増やしていきましょうそしてズボンの丈とかね首元 のくたびれ感ってあるんですけどズボンの丈って何かって言ったら自分の靴の上にズボンの裾が乗っちゃってるとだるーんってなってやぼったくなっちゃうんですねまぁ、あ、このあたりはねちょっと別のところでも説明しますけどズボンの丈が長すぎないかあとは首元のくたびれてないかこれ僕白のシャツ着てますけどこれで安いの買うとこれがだらーンってなってくるんですよねだから結構首元ってのはくたびれ感出てると、えー、清潔感がなく見えるんでここも注意しましょうそして最後はですねカバンとかで、ねえー、スマホの画面とかねスマホのカバーとかねなんか 服とか靴はオッケーなんだけど持ってるカバンがすごい汚い革の取っ手のところがもう紐がちょん切れてるとか汚いカバン持ってなーっていう人ってたまにいますよねあとはスマホの画面とかバキバキに割れてるとかあなたどうですかデートに行った時にさ女性の画面バキバキでもその子いいなと思います僕ね大体今までの傾向だとねスマホ画面割れてる子ってやっぱりね、まあ、尻がるというかですねちょっとだらしないというかねあとはスマホカバーもさスマホカバーとかってつけてももちろんいいと思うんですけども,もそれで手垢かとかついててさご飯の時にさそれ置いてあって それれを見られたららたもう終わりですからね、まあ、この人ないなないってなりますんでその自分が手につけるものも全て気にしましょうこれこそまさに毎日のの習慣の追求ってことこなんですよねそして次ですね出会いの場に行く上で押さえておかなきゃいけないのはまず最低限の身だしなみが手に入れた後に絶対に好印象を与えるファッションが重要ですね要はまず嫌われない服装ですよ悪い印象を与えないわなんかいいかも うんっていう、うわいいなっていう、この印象を与えるファッションってのも重要だし、やっぱ喋ってても、なんかこの人と会うな、フィーリング合うな、話しやすいな、この人、なんかいい感じ、この感覚的に思わせるトーク技術ってのもめちゃくちゃ重要です。そして みんなさ、連絡先交換をゴールにしがちなんですけども、そうじゃなくて、その後じゃん。その連絡先交換した後にさ、デートの誘い方もそうだし、そもそもデートの時でのあなたの振る舞い、ズバリデート力ですよね。デートスキルが高くなければ次に繋がらないじゃないですか。そうなると、そのデートスキルがないのに、出会いの場所に行ったら結構本末転倒というか、例えばですよ、待ち込に行って8000円でしたと、なんとかマッチングしたと、な、ま、ん、あ、とか連絡先交換できたと、ね、それでデートまで誘えたとおっしゃと、ね、なんかデートで、じゃあちょっと奮発してね。 二人で二万円のとこやったと。今のところ二万八千円使ってます。でもあなたのデート力がなかったら、あーありがとうございました。すごい美味しかったです。なんつってね。今度また行きましょうね。あ、はい、ぜひぜひ。なんつってね。その後連絡先交換してたら、LINE が未読するとかね。もうへこみますよ。ある程度の期間かけて二万八千円使った後に既読するとか食らってみてくださいよ。なめてんのかってなりますよね。だからこそ、あなたが今デート、次につなげるデートに自信がなければ、まず正直な話、30代、40代以上の人って、まず出会いの場所に 行くのが早いんですよ行くべきじゃないとも言いたいんですね。デートについて、デートに対して、ある程度の自信をつけた後に行ってほしいなと思いますよ。そうでないと、時間とお金が無駄になっちゃいます。なので、このあたりの話については、今後もね、このチャンネル、川瀬智弘のチャンネルで解説していきますんでね、ぜひまだチャンネル登録してない方はしておいてもらって、そしてすぐにでもね、ノウハウをゲットしたいとね。ねいや、川瀬さん、もう街コンにもうすぐにも行きたくなりました。ってね、相席はすぐにも行きたくなりました。でも、ちょっとファッションだったりとか、トーク技術、その後のデート心配ですっていう人はですね、 概要欄にですね30代40代でも20代女性と付き合える「人生逆転3ステップ」っていうですね僕の特別講義動画を今だけ無料でね見れるようにしてあります、まあ、これは60分を超える超大作になってますしスライド形式でかなり見やすく分かりやすくなってますんでこれが無料で見れるうちにぜひね手に入れてみてほしいなというふうに思いますもうここの「人生逆転3ステップ」はズバリファッション会話力デート力ですさっき言ったこの好印象を与えるファッションこの人何かいい感じと思わせるトーク技術いざデートに誘った後のデートスキル この辺りを細かく完璧にね、漏れなく話をしてますんで、ぜひ概要欄をチェックしてみてください。はい。ということで、長くなりましたけど、いかがでしたでしょうか今日は8つの出会いの場と攻略法についてね、話をしていきました。それぞれにね、メリット、デメリットあるんで、いろいろとね、考えながら言ってほしいんですけども、まずね、一つだけ言えることは、あなたがもしね、当分の間彼女がいないとか、恋愛経験が少ないってなるとですね、いざ出会いの場所に行ってもうまくいかなくて凹んでしまうことがあります。逆にそのせいで行かなきゃよかったとか、もう恋活今 なななんんてててももううしなくていいやととかか俺なんて無理だとかね逆に行動を起こしたことによってあなたが傷つくってこともあるんですよ。これは僕がね男性を7年見てて本当に思うことで最初はねすっごい行動力あるなと思うようなタイプな人ほどですねやっぱり浮き足立っちゃって正しい知識をちゃんと仕入れないままですね行動するのが一番大事なんだなんて言ってねガン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 待ち込ん行ってねそれでもうまくいかないのが続くとですね感情の起伏が激しくてメンタルやられちゃうんですよね。 とそういう人多く見てきたんで、もしあなたがですね、まあ、行動力あることはすごい素晴らしいことなんですけども、逆にその行動力があなたのメンタルをガンと落としてですね、もうこい婚活なんてしたくないと、もうこんなことやりたくない、こんなん辛いじゃんってなっちゃうんですよ。なのでそういうことが心配な人は、お願いですから、まずは知識をつけて、正しい知識、順番がありますよ。彼女を作るにも正しい順番があります。そういうね、ロードマップっていうのがあるんですよ。30代、40代以上ってのは、ただただ行動力があればいいってわけじゃない。もちろん行動力って めちゃくちゃゃく重要なんですけども行動力とやっぱり正しい武器が必要なんですよね正しい知識が必要なんですねそしてやっぱり自分一人で戦うのが辛いんですよ一人でのスポーツよりみんなでやるスポーツの方がいいじゃないですか特に30代40代50代以上でこれからね恋活婚活を本気でやるってなるとモチベーションっていうのが鍵になりますモチベーションが続かなくなります一人でうまくいかなかったら誰にも商談できないし理解もしてもらえないしわからない何がダメだったかもわかんないそうすると改良ができないいわゆる次にもっとよくする方法がわからない かかっったらもうう迷迷路じゃゃないですか迷っちゃうんですすちんよそうならないように僕がいると思ってますしこれからもね是非ねこのチャンネルと共にですね一緒に成長していきたいと思いますしさっきも言いましたけども正しい知識だけじゃなくて正しい知識をつける順番が大事なのでいろんな YouTube を見てねパズルのピースを集めてもそのパズルのピースって一つの絵にならないケースが多々あるんですよなのでまずはファッションその次に会話だよねその次にデートだよねっていうふうにして僕は7年間ずっと男性を教えてきたもう手 鉄そのあたりをぜひ知っておいてほしいなと思うんで概要欄にあるですね30代40代でも20代の女性と付き合える人生逆転3ステップっていうファッション会話デートこの60分の講義動画をぜひ早めに見てほしいかなそれを見た上でですね僕の動画をこれからもね追ってってもらうとすごいね動画の理解が早いなと思いますんでぜひセットでねこれからも学んでほしいと思いますあとはメンタルがやられてきそうな時とか自分が何がダメなのかなってわかんない時はぜひ本物の男みやき20選っていう 僕が今までの7年間男性に向き合ってきた本気の動画となってますんでその20個が全てできてたらあなたはマジで人としてモテモテなのでぜひあなたの伸びしろを探す上でもですねまだ見てない人は見てみてほしいなというふうに思いますということでこのトも智宏 YouTube チャンネルではこれからもどんどんですね価値ある情報を惜しげもなく配信をしていきたいと思いますんでまだチャンネル登録されてない方はベルボタンまでね押してもらって通知を届く設定にしてもらえるととっても嬉しいですでは今日の動画は以上にします 人生は一度きり、最後まで諦めない。僕らの勝負はこれからだ。